はいどうもツーショットラジオ20 2024年、えー、2月16日収録分です。プログラマーのレビンです。そして今回は歴史家のロマニウスさんに来ていただきました。こんばんは。どうもこんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりですね。半年ぶりぐらいですかね。いや、半年ぶりって感じしないんですけど。<laughs> まあ、一回、S4U フィルムギャラクシーで直接お会いしてますからね。はい、ああ、そうでしたね。 そうかそうか。だラジオは半年ぶりですね。うん、いやー、二つの早いな、本当に。早いですね。早いっすね。ね <laughs> いや前回のサムネがね、ちょうどあの、私たちのチャットログに貼られているんですが、はいはいはい。なんか前回は出ていただいたのが8月末ぐらいで、はい。えっと、その時にあの、オーケストラの指揮者についてお伺いしてたみたいですね。はいはい、はいはいはい。確かにしまでしたですねで。その流れでこう、なんか、興味を持って、 えとラスマニコ,ニコフやったっけラフマニノフラフ,ラフマニノフ <laughs> はい。<laughs> ちょっと今、<laughs> 小説が出てきそうでしたけど、<laughs> ラストーリニコフが。<laughs> あのそれがの、はい、えーと映像をカラオケで見たって言って、はいはいはい。言ってて、はい、で、その後ですね、あのー、まあその、なんか指揮者ってどういうことなのみたいなことをロマニウスさんにお伺いして。はい で、なんかいい、いいですよみたいなんで、写真初心者が見に行くあのといいコンサートとか、こんなんですよとか、なんかいろいろ聞けたんで、そうですよね。あの実際見に行ったんですよ。ねえ、そうで、s 4うフィルムギャラクシーの時 <laughs> お会いした時に、はい、なんか今度行くんですよって話聞いてて、終わったら話しましょうよと言い、早2か月。確か,確かに、確かに。本当です、ね、いかがでしたか。そうなんですよね。えっと、はい、えーっと、どう言えばいいんだちょ 12月半ばぐらいに行ったんで、確かにその映画祭が12月頭だったんで、そうですね。まあもうすぐって感じで、で、視聴者の人が、なんかすごいやる気のある視聴者の人がいて。あ視聴者の方と行かれたんですね。そうです、そうです。まあ知り合いやったんですけどね、もともと。<々>は,いはいはいはい。あき、君か、みたいな感じで。<laughs> あの、<laughs> で、もう手配もしてくれて。あその方は詳しい方なんですかいや、あの、同じく初めて見に行くっていう。ああ、なるほど。だからこのラジオを聞いて、うん あの興味を持ったっていう。おう、れしいですね。ねであの、ローニスさんは2人のクラシックコンサートに送り込んだという、はい。やったー。ここになりますね。<laughs> はい。<laughs> ちょっとは貢献してますね。<laughs> <laughs> それがですね、場所が国会議事堂前のサントリーホールか。はい、はい、サントリーホール。はい、はい、サントリーホールというところに、でやっていた、えー、っとね、ちょっと、詳細を。 いや言わなあかんのよな、これな。そうです、知りたいですね。でもサントリーホールってことはあれですよね、指揮者の顔が見られる席がありますよね。そうなんです、そうです。あの、俺がそれを熱弁してたっていうことを、その、誘ってくれた人が認識してて、それがあるところで絞ってくれたっていう。なるほど、はい。なんで、ばっちりそっち側で見ましたよ。おぉ、ちゃんと見られました。見られました、見られました。よかった、よかった。あっち側も全然いい席というか、なんか。 でもそんなに高くないですよね、あそこ。そう、高,<株>高いっていうのは、席。あのお、お値段が。ああ、そうですね。ですよね。うん。そうですね。ちょ、ちょっとあの、パンフレットあるかどうか、一回下見に行っていいですか。あ,あ、もちろんです、ね <laughs>。すいません。<laughs> はい。いや、お待たせしました。おかえりなさい。いや、ばっちりありましたね、パンフレット。おー、よかったです。いや二2か月前のパンフレットが平然と机の上に置いてあるという。 状況 <laughs> したけど、<laughs> そうそ12月、5日に見に行ったのかな、じゃあこれ、なんかね、あの、こういうのって、ある程度、冊子が、はい、そのコンサート専用の冊子があるんですけど、はい、何日かの日程が載ってて <laughs>、その全部の解説が載ってるみたいなやつ。でも12月 11月23と30と12月5日の分が載ってるんで、これ12月5日の分だな。<laughs> あじゃあ中旬じゃないな。結構すぐ頭ですね。はい、すぐ見に行ったんですね、これね。そうですね。で、まあ言ってわかるかわかんないですけど、一応、はい。なんていうんですか、キャスト。はい。四がシルバン・カルブルラン、カンブルランって人。 <で>はい、ピアノがピエール・ロラン・エマールさんって方で、はい、やった曲目がヤナーチェックのバラード・ヴァイオリン弾きの子供確かにヤナーチェック目当てだったんですよねレビンさんってああんかそうなんかリストアップしてもらった中ではいたことあったのがそれだけだったんで、はい、<laughs> あの村上春樹の小説に出てきたんで <laughs> なんかそう,そ,うそれを前聞いた記憶ありますねそうですね、はい、それで,でリゲティ <laughs> リゲティ聞いたんですか？ピアノ競争曲が二十四分間。<laughs> え、初めてのコンサートでリゲティ聞いたんですか？<laughs> そうですね。<laughs> で、<笑><笑>すごいことしますね <laughs>。え、そうなの？<laughs> え、え、あ、まあ最後まで聞きます。はい。で、休憩があってヤナチク序曲括弧シット。うんはい。えー、で、ルトスワーフスキの還元楽のための競争曲が二十八分。はい っていうやつでなんかすごい驚かれてますけどすごいことが私なんかやっちてい,いやでこの後あと終わった後に、はい、まあ感想戦をしにこう、はい、フランス料理屋イタリア料理屋みたいなとこ行ったんですけど、はい、そこで喋ってた時に何か2曲目意味分かんなかったね、はい、みたいな。<laughs> <laughs> だと思いますよやっぱりそういう人なんだ、この人そうですね、リゲティ・ジョルジュっていうのは、去年、生誕100周年だったんですけど、かなり実験的な作曲家として知られる人なので、確かに書いてある、生誕100周年記念って書いてますね。そうなんですよ、去年、生誕100周年で、現代ハンガリー代表する作曲家の一人なんですが、まあ、難しいと思いますよ。なんかめちゃくちゃ、めちゃくちゃやん、みたいな。 感感じじででなななんんかか意味わないなーって感じでした伝統的な音階とかを破壊してああ全く新しい音楽をいかにして作れるかみたいなことを探求してた人なので、うんうん、なかなか <laughs>、うん、渋いというか。いや、ね、これ知らずにいったんでしょうがないんですよね。 <laughs> まあそうですよね分かんなかったらそうですよね <laughs> そうなんですよでも、はい、だからちょっとわけわかんないねって言ってでもだからあの,その感想戦の時の話し合いの中心はこのひそこの部分でこんなんばっかりだったらちょっとわマジでわかんないかもこの世界みたいなことを <laughs> 結構あの <laughs> 3人いたんですけど向こう側にお連れの方がいてはい,はい、はい、あなるほど、はい、みんなで言ってましたね <laughs> 全員初心者で<リ>はいリゲティはクラシック音楽の中でも最難関ですよちょっと訳が分かんなかったですよこれ <laughs> 俺はめちゃくちゃ難しいと思いますよいや難かったうんまあすごい作曲家であることには変わりないですけど、うん、あれですね、うん、その曲も聞いたら中央ヨーロッパとか東ヨーロッパ 中心の曲目だったんですね。うん、んそうなんですね。うん,う,んうん、うん、なるほど。なんか、そうですね。サントリーホール。<え>はい。リエティ式、どんな感じでやってましたえー、どんな感じうん。いやー、なんか複雑な動きをしてたような。<laughs> <laughs> <laughs> 感じでしたね、うん。ちょっとあんま覚えてないかも。 うん、それはあの、リゲティが苦手でもクラシック音楽のことは嫌いにならないでください、ね。何 <laughs> か聞いたことあるセリフが。<laughs> ああ、そういうことなんだ。うー,うーん。イナチェックはどうでしたああ、なんか、まあ、比較的聞きやすかったですね。<laughs> <laughs> まあ、リゲティに比べたら、全部比較的聞きやすいと思いますが。うんうん、そう、なんか後の方の曲が、うんえっと、まあ、嫉妬とかいうサブタイトルみたいなのがついてて、 はい、で最初の「バイオリン弾きの子供も」ってのその、あのー、ロマニーズさんに教えていただいた通りそり何にも分かんなくて見に、はい、聞きに行っても、えっとうん、パンフレットで、まあ、概要は教えてくれるよみたいなこと言ってたんで、はい、その始まるまでの間読んでたんですよその文章、はい、でなんか結構「バイオリン弾きの子供ってやつもなんか悲しい話というか生きるだ死ぬだみたいな感じの。 うん、話しちゃったんでまあ結構悲しかったり怒りみたいなやつがあってで、はい、それがあここの部分だろうなみたいなのはまあわかる感じの曲調というか、はい、だったんでおうこういう感じかと思ったらその次にビゲティさんが来て <laughs> 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 なんか若不思議ワールドみたいになって。はい、うん <laughs> せっかくなんか最初のあのマリオの1の1のステージみたいな感じでこう、こういうゲームかって思ってたら次でなんかスプラトゥーン始まったみたいな。<laughs> そうですよね。スマブラ始まったみたいな感じになっちゃったっていう感じではありましたね。うん、で,でも、でもれはいあの全体的な感想としてなんかすごい良かったですね。あの、ああ、良かったです。一番最初になんかその練習してる数人組とかがいて、その、はい、 自然というか、なんか音合わせというか音を、音、はいはい。始める前にですよね。んで、そこでストリングスというか、そのバイオリンがスーってなってたんですけど、はい。こんな綺麗な音なんだって思って。ああ、はいはい。<laughs> なんかそ、それ、あの、一緒に行った人も言ってたんですけど、はい。めこんな綺麗なバイオリンの音聞いたことないっていうか、はい、あの、はい、全部音源からしかそういうの聞かないし、はい。特に俺なんか作曲してても、あの、パソコンに初期内蔵されてるミディ音源とかの、はい バイオリンとかをバイオリンって思ってる節があってはいそれもうそなんかスーって音がもうめちゃくちゃ綺麗でうん、うん、すごいなうん、うん、なんかすごいなと思いましたねそれは始まる時にこうみんなで音合わせるのとか結構感動しますよねうんうん、うん、そうすごかったですね、うん、だからなんかまた行きたいなと思いましたねおーよかったですええー、全然 <laughs> 楽しかったです。やっぱりアナチェックが一番楽しかったですかそうですね、この中だとそうかも。うん,うん、うん。ちょっと長いと、なんと、はい、ころてんしこに押し出されていくというか、あのはい、どういう展開、なんか、どういう前提があったんだっけみたいなのが、すぽすぽ抜けていくっていうか、なんで、6分ぐらいとか10分ぐらいのがまあ、 をいいいいっっぱいやってくれるといいなとか思ってましたけど,あな,るどなるほど、なるほど。確かにね、うん、普通のポップミュージックとかと比べて長いですからね、クラシック音楽は。そうですね。はい、今回はその10分25分、6分28分みたいな感じの構成で、うん、まあ、ちっちゃいの大きいの、ちっちゃいの大きいのみたいな感じでしたけど、なんか他のページとか見て、そのどういう。 構成でやってるかとか見ると、はい、もう49分とか書いてるし、そうですね。長えんですね、結構。やっぱ公共曲とかになると、楽章も複数ありますし、全<ー>的にそうなりますね。すごい、このなんか、別の日ですけど、はい、シチェ・ドリン・カルメン組曲とかいうやつ、13個くらいある。<laughs> ああ、まあ、組曲ですからね。44分ある。 すごいもともとそれは多分オペラの曲を元にしてるので、本来はもっと長いわけですよ。うん、オペラとか3時間とかザラですから。なるほど。はい。いや、すごいな。めっちゃ良かったです。うん、でも、やっぱヤナーチェックを聴きに行くと、そういう並びになるんですね。<laughs> まあ、詰め込んだんかな。なんか定期演奏会、うん、第633回定期演奏会って書いてるから。あ、どこの、あれ、定期演奏会ですか、ね、どこの。 どこのっていうのは団体名ってことな団体名な。何の提携総会なんでしょう読売日本交響楽団。ああ、なるほど、なるほど。読売なんですね。うんうん。の冊子ですね、これ。うん。 いやーでも本当、初体験にしてはかなり渋いことを <laughs> や,やってますよ、ク <laughs> ンさんは。いや、これは本当にだから、ヤナーチェックでも弾いてくれた、あの、探してくれただけなんで、はい、その他のところは<の>もうまじで何にも考慮がないと思います。でヤナーチェックがチェコなんですけど、はい。 えーとリゲティがハンガリーで、うん、シマノフスキーがポーランドなので音楽っていうとねフランドイツとかオーストリアとか、うん、フランスとかイタリアとかああいう西ヨーロッパの国々を <laughs>、うん、イメージされる方が多いと思うんですけど、うん、なんかそういう伝統的な西ヨーロッパの音楽から脱却しようとしていくような人たち、うんうん、に民族音楽とかの、うん、系譜ですから。うん 結構なんか、前提知識が必要とされる曲も少なくなかったんじゃないかなっていう気はします。<laughs> <laughs> まあね、百0周年記念とか言ってるし、はいはい、文脈ありきな感じはするな。そうですね。うん、実は私、あの、昨年ハンガリーに行ってきまして。ほう。ハンガリーってどこやハンガリーはヨーロッパですね。えっと、ヨーロッパの。イタリアとですね、オーストリアの東側。東側。 トルコ、トルコそう行き過ぎですね。いいすねウクライナの、ウクライナよりちょっと西。うーん。ンドのちょっと下あたりですね。ああ。そういえばなんか配信で、なんか料理店のメニューとか見てましたね。はいはいそうあ、そうなんです。うん、そうそう、その土産話配信をしてたんですけど。うんうん、実は S4U フィルムギャラクシーの映画にも少し登場しておりまして。え、ハンガリーがハンガリー、はい、出てたんです。 海外ロケしてたんです海外ロケしてたんですすごいいつ行かれたんですかそれは。それ昨年の夏ですね。ああ、そんな前。あなるほど。はい。なるほど。え、どれぐらいいられたんですかえっと、1週間ぐらいですね。弾丸で行ってきて、コロナにかかってきたんですけども。ああ、そうなんだ。はい。なるほど。で、ハンガリー行ったらね、やっぱ、 現代ハンガリー代表する作曲家なんで、街中で叩いてましたね、リゲティのことを。おお。今年100周年記念ですよって言はいポスターとかもよく見ましたし、記念演奏会もやっていたので、ふさわしいタイミングでふさわしいものを着たのかなとは。ちなみに、そのなんか上級者向けという、そのリゲティは、のロマリスさんはお好きですかまあ、嫌いではないんですけど、 好んで聞くかって言われたらそんな聞かないです、ねうん。でも聞いたことはいっぱいある。<laughs> あもちろんもちろん。なる,ほどなるほど。なんかね、メトロノームを使った曲とは入ってるんですよ100。100台のメトロノームを動かしてメトロノームで演奏するとか。へぇ <laughs>、えー。カチッカチッカチッカチカチカチっていう音楽がったりとか。ええー。か,かなり変わった曲なので、映画の BGM とかでも使われたりしてるんですよね。なるほど。はい。うんうん まあ、映画好きの人なんかにもよく知られている名前だと思います。うんうんうん、なるほど。はい。かれて、まあ、次回、レヴィンさん聞くのであれば、うん、一回はベートーベンとかモーチャルトとか、やっぱそう,そうなんだろうなと思いましたね。一回、王道を聞いてみてもいいかなとは思いますね。うん確かに。 ロマニウムさん、なんかあの、はい、話題がまあまああるみたいなことをお伺いしてるんですけどあまあ、いろいろあるのでございますけれども、はい、まず一つ残念なお知らせで、<え>前回お話ししたあの嘘歴史ウィキという <laughs>、はい、トピックになっておりますが、ロマニウム年代記あるじゃないですか、あれ、セーブデータがぶっ飛びまして。え ゲームの。嘘だ元々本当なんです。<laughs> えー、最近やってないなと思ったら、実は、セーブデータが吹っ飛びまして、はい、て壊れまして、はい、できなくなってしまったんです。うわだから、あの、嘘歴史 Wiki は本当にもう、<laughs> なんていうか <laughs>、埋もれてしまいました。マジか。ロマニウム年代記っていうね、はい、前回、あのはい、ロマニスさんがお話しされたそのゲーム、歴史、なんていうんだろう、あれ、歴史シミュレーション。 ゲームでこういろんな国がぼなんか衰退したり墨膏したりみたいな感じのことが繰り広げられるゲームのをやるプレイするのみならずなんかそれの歴史を補填するようなウィキの記事を <laughs>、ね、ウィキを作られてその記事を書きまくっているみたいな。 なんか、はい、狂った博士みたいなことをしてる。<laughs> っていうのを聞いて、何してんだと思いながら、なんかちょっと見てみたらめちゃくちゃ面白くて。うん、あの、俺全記事読みましたよ。ありがとうございます。そうなんです。<laughs> そ,<う>それがね、うん、無に帰してしまったんですよ。もう更新できないってことだな。 そうなんです。歴史や宗教や文化やらいろいろなこと書いてたんですけどね。そう。何か絶対そんなことゲーム中に出てきてないだろうっていうような <laughs>、はい、裏設定みたいなやつが山ほど出てきて。<laughs> そうなんです。めちゃくちゃ面白かった。いや、俺、あの、やか一世のファンですもん。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうって言うのかな。<laughs> めちゃくちゃかっこいいやん、あいつ。ちょっとね、悲しい過去を背負ってるんですけどね、うん、あの人は。なんか、まあ、 結構国の発展にも寄与してで晩年はちょっと頭おかしくなることを危惧して、はい、なんか自ら旅に出てそうなんです <laughs> 旅のなか勇者を探す旅かなんかみたいな旅に出て、はい、その中でこうなんか血統士みたいなことをしてたっていう、はい、なんか <laughs> よく覚えてますね晩節を全然怪がしてないっていうか <laughs> 大体のやつ晩節でめちゃくちゃしてなんかアングみたいなこと言われてたのに。 はい。<laughs> っていうので、めちゃくちゃかっこいいやん、みたいな。<laughs> 覚えなくて、一時期覚えさせてしまっている <laughs> いや、後の皇帝とか、全部、下やか一世の意向で、なんか、何でもできてるんじゃないのか、みたいな。そうですね、ジンベ二世とかですよね。うん。ボン,はい、ボングでしたよね。そうですよ、ジンベ二世は下やか一世の真似をしようとして、国を発 <laughs> させましたからね。もう、菅が一番やばいなっていう。<laughs> 菅の悪行ですね。<laughs> っていうような楽しい記事があったんですけど、ちょっと無理なんだ、はい、もう。そう、だったんですけど。<ー>いやさすがにこれを、混んざするわけにはいか、うんということで。あら一からやることになりました。うまた繰り広げられるんだ。<laughs> そうなんです。おお<ー>。実はですね、その、ロマニム年代記はパワーアップして帰ってくるぞということをね、お知らせいたします。すごい。 めちゃくちゃ楽しみだわ。<laughs> こちらですね、はいあの、前回以上に力を入れるためにですね、うんうん、もうすでに動画を上げてるんですけど、ゲームが、あれ、ゲーム中世から始まるので、うん、えっと8世紀からスタートなんですけど、大前ですね、はい、ただ、8世紀からスタートじゃ面白くないということで、8世紀までのゲームが語っていない時代をですね全部脳内保管するというところから始めておりまして。<laughs> <laughs> ゲームをスタートするまでのですねゲーム画面すら映らないゲーム配信というか <laughs> 何それ <laughs> <laughs> より狂った博士みたいなことをしてるんですけども第1回の配信はゲーム画面見せずに終わったみたいなことそうですねそういうことですね <laughs> あのカスタム <laughs> ゲームカスタム画面みたいなところで、こうなるんだったらこうだみたいなことをずっと語って終わりみたいな。そ,そう、そういうことです。<laughs> それが、まあ、しばらく続くかなっていう感じではあるんですけど。しばらく続くんですか <laughs> まだ700円ありますからね。<laughs> あき、期限からやるんだ。そう <laughs> いうことです。それがね、実際にプレイ画面をお見せできるのはいつかわからないんですが。くるって。ちょっとずつ YouTube に上げているんですよ。 えそれってなんか、はい、なんか民族とかの話になるんじゃないですか、それはもう。ああそうです、民族の話とか出てきてますよ。固有名とか出てこれないんじゃないでも。でも一応、その<う>民族を統一するような工程とか出てきて、うんうんで、それが後に関係したりしてくるんですけれども、<laughs> こちらもね、あのうん、ロマニウム年代記の新しいウィキオープンしておりますので、<う>皆さんね、確認していただけたらなと思っております。るか <laughs> 記事まだ50ぐらいしかないんですけど。50!?50 <laughs> ってもうローニウム年代級とそんな変わらんぐらいある年代。250ありましたよ。そ<あ>んなにあるか。はい。なるほど。いや、それは読みますねこれ終わったら。<laughs> まだまだ充実してないんですけど、はい、あの私の YouTube チャンネルで再生リストからロマニウム年代見られますので、うんはい、確認してください。ああの概要欄にも、ね、チャンネルを貼っとくんで。 はいいお願しますそれでですねこれ動画上げてったんですけどこの何のコンテクストも知らない人がこれを見て困惑する人が続出しているんですねそうだろうなだってそのウィキを仮にんかこう漂流してたどり着いた人が何のことについて話してんのかが全然分かんないからな分かんないですよね仮にソース元ソース元を見に行ってもわけわかんないと思うんですよ やばい。文脈をしてでも分かんないという軽意なことなんですけど、えっですね、コメントで勉強になりましたというコメントも来ているんですが、<laughs> 勉強しないでください、これね。<laughs> いや、全然このようにはないことを言ってますからね。はい。しもやか一斉とかいないですからね、<laughs> このように。<laughs> まあまあ今、いますけど、今。

それは一旦置いといて、初めのクラシックの話に戻るんですけれど、も配信中にちょっと茶民から、視聴者の方から伺ったんですが、レビンさんが竹内さんと僕でコンサートに行きたいみたいな話をしているというのをちょっと小耳に挟んだんですが、そうですね、竹内さんとのラジオの会でもこの話したんですよ、クラシック行ったで、なんかいいなって言ってて、竹内さんは。ぜひ見に行きたいみたいな。 はいはい、見,見に行きたい、い、ま、ろ、あ、んなことやりたいお年頃ですから、彼も。<laughs> も遅,遅いような気持ちますか <laughs> <laughs> だから、竹内さんとかも、うん、なんかいろいろやりたいみたいな気持ちが多分強くて、S4、うん、にも加入しましたし、あ確かにそうですね。映画祭もやりましたし、うん、であの来月、ちょっと沖縄行くんですけど、<い>竹内さんしかもリモートワークがテーマで。 あの、はあ、土平日を挟んでいくんですよはいはいだから向こうでも仕事をするという前提で武市さんは向こうで仕事をするんですかそうそうそう使いで俺も当然カレンダー通りなんで、はい、平日は仕事なんですよ、はい、でもお互いリモートワークできる環境だから、はい、なんかそのたまにはリモートワークを沖縄でやりたいみたいなそのどこでもできるってよく言うじゃないですか、はいその そうですね別にどこに住んでてもいい<ー>いい世の中になってきてるみたいなワーケーションでしたっけなんかありますよねそうでも、うん、なんか実践には映してなくて所詮自分の家じゃないですかずっとそうですよね普通ははいじゃあそんなことではいかんって思ったんでしょうね多分彼は <laughs>、はい、なんでなんか沖縄に行ってあのリモートワークをしたいんだとか言い出して行動力ありますね相変わらずそうでもだから全部あの 止まるところもも飛行機も全部取ってもらいました <laughs> すごい <laughs> <laughs> 俺がやったことといえばあの初め生まれて初めてキャリーケースを買っただけみたいな。<laughs> <laughs> え初飛行機ですかいや飛行機は初ではないですけど、はい、まあちょっとま止まった荷物というかが必要そうなんで、はいはい、あの、はい、俺の場合ちょっと寝るときに機械つけないといけないとかるあなるほどするんでちょっとリュックじゃ心もとないかなと思って。うん 手荷物として持ち込めるサイズを調べて、はい、そのサイズのキャリーケース買ってみたいなのをやってみましたね。楽しみですね、それ。うん。まあ、ちょっと配信とかする前提ではないんですけど、はい、全然。配信者2人で沖縄行きながら、配信はないという。まあまあ、だから人生を充実させることにも余念がないってことですね、<laughs> 彼とかはね。なるほど、なるほど。配信とす、常に結びついてるわけではないか、みたいな。 それ意外ですね、なんか武井さん、配信命みたいな感じかと思ってたら、意外と配信外でもそういうことするんですね。そうですね。俺もちょっとその機運があって、なんか俺ん家をゲーム会場にして、その人を呼びまくって、ボードゲーム会とかやりまくってますね。え、そうなんですか、レビンさん。今、そう。そうです、そうです。え日曜日とかに4人で集まってマージャンしたり、フォーカーしたり。 ボードゲームしたりとかいうのもすでに今年始まってから2回やってますね。えー、それは、X とかでやった方なんですか <laughs> 視聴者の方とか。まあなんか、竹内とか、はいはい。キールさんとか、ああ、なるほど、なるほど。犬間宮さんって方とか、はい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 。あと、天草とか。うーん。<で>でも配信者関係のも。はい、そうですね。で、しもやかにも声かけてるみたいな。まあ、だから、ツーショットゲスト勢ですね、全員。なるほど、なるほど。はい、はいうん。なんで、ぜひ、ローマニュースさんも。 <laughs> ああぜひぜひまた、ね、<laughs> 飲みに行く約束もしてましたからね。うん。そうじゃあ、レビンさんのお宅に伺って、僕、でもマージャンやり方知らないんですよ。ああ、でも、ホールデモはどうですかまあまあ、わかります。はい。うん、とか、まあ、ボードゲームもやったりしますね。楽しそうですね。うん。いや、ホールデモの方がむしろ熱いかもしれないですね、我々の中で。でもなんか、それ配信つけないの、僕、もったいないなって気がしちゃうんですけどね。まあ、配信者としては。 一応顔出ししてない人もいるし、あいるし、あそ、まあ、キールさんとかそうですね。いるし、うん、なんかあの、ボードゲームをわちゃわちゃ向こうの方でやってんのをカメラで映しても、まあそんなに意味わかんないと思うんですよね、見てる側。ああ、はいはいその。それ専用のカメラをあつらえて設置すれば、ま,まあ多少わかるかもしれないそれも誰かの手が見えるとか。 手っていうのはその例えばマージャンだったら灰が見えるとかはい、はい、でなんかうまいことやんないとちょっとエンタメーゼントはしにくいんですよね。そうですね確かにそうですね。なんでまあいいかという感じでなんで <laughs> 人知れずやってるみたいなでまあそれは人生の充実のためにやってるみたいなねところがあって。 だからそういう方向の探求があってまあ、ちょっと前段が長くなりましたけど武市さんはい、その一環でいろいろやりたいっていう思考の持ち主なんで行きたいって言ってたのは本当ああ、ねうん、なるほど。で俺と武さんだけで行ってもいいけどああの、はい、まあ、できるならロマリンさんいってほしいなみたいなことは。 ああ、クラシックですね。うん、ああ、クラシックした沖縄かと思った沖縄からも。沖みたいな <laughs> リモートワークってなんだみたいな。今、一瞬、こりつきましたけど。コンサートの方ですコンサート。はい、うんあ。全然行きましょうよ。<laughs> うんうんうん、それは本当です。また。 どのぐらいの時期がいいんですか、森スさん的には。前回紹介したラフォルジュルネとか、いいんじゃないかなと思うんですよ。ラフォルジュルネ、今年もやると思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。どういうことだラフォルジュルネ、あ、終わってるわ。うん。えっと、前回ちょっと話したと思うんですけど、格安でコンサート見られる。アビールの見ながらとかで。はいはい。なんか野外でやってるみたいな。それでそれ、あるんです。あ、終わってたあ、すいません。 終わってなないかなタイムテーブル。えっ、ー、と、いつもね、5月にあるんですけど、うん、あや、うん、5月にいろいろやりそうですね。へあいい時期じゃないですかね。ゴールデンウィークですね、そうですね。うん。もしよろしければ。あ、いいですね。その時期にはいらっしゃるんですか、日本に。そうなんです。 そして今、ゴールデンウィークつながりで、えっと、告知なんですが、4月の28日の日曜日にですね、はい。パブを貸し切って、オフ会をしようとしておりまして、私。スケールがでかい。はい。パブを貸し切って、はい。はい。興味ある方いらっしゃったら、レミさんも含めていらしてください。ああ、それはぜひ行きたいな。えっとね、 多分おかし、うん、えっとですね。東京と某所のまあ高円寺のパブを貸し切りまして。なるほど。はい、そこで、まあ酒を飲んで。うん食べもイギリス料理を食べて。ああ、というですねへ、まあ。特にイベントとかは予定してないんですけど。はい,はい。うまいもの飲んで食おうっていう会を。予定しております。<laughs> そんなでも告知っていうか、そんな。あの広く募集したら、何十人と来るんじゃないですか。えっとね。 35人から貸し切りができるんですよ。カラーカラーなんです。へぇ。で、70人までいけるんだったかな結構ね、余裕があるんです。むしろ集めないといけないぐらいかもしれないですね。す35だったら。うん、今、30ぐらい目処はついてるんですけど。<laughs> ついてんな <laughs> <laughs> へえ<ー>。でも、ぜひね、興味があったら、そうですね。よどしですか あいやいや、2時間か3時間コースでやろうと思ってます。いいですね。はい。うん、ゴールデンウィークね、その4月末は飲んで、5月頭はコンサートに行くのもいいかもしれないですね。ートでまた飲んで。コンサートでも飲んで、<laughs> そうですねあ。いいですね。はい、ぜひ。はい。なるほど。はい。それなんか行きたい人はどうしたらいいんですかローニュースさんのツイッター見ればいい そうですねあのもう少ししたら多分ツイッターで告知できると思います。なるほど。では、ロマニアさんをフォローということで。はい、よろしくお願いします。はい。なるほど。<laughs> <laughs> いいですねそう。そういう企画もあるのです。やっぱこの間の S4U フィルムギャラクシーで結構感銘を受けたというか、実際のリアルイベントを開催して会うのはいいなって思ったんですよ。うん。なんか普段配信してると顔見えない人と交流してるわけですけど。うんうん 実際にこういう人が見てくれてるんだなっていうのを知れて結構嬉しかったですね。なる,なるほど、なるほど。はい。まあ、盛況でしたからね、あれ。そうですね。うん、あの、二次会でも、だいぶお酒もいただいちゃいまして、うんうん、朝まで飲みましたが。俺も死ぬほど飲みましたよ、あれ。<laughs> なんか、すごい俺のところのテーブルだけビールがめちゃくちゃ運ばれてきて。<laughs> なんか、シメイとか、ごく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 みたいな。<laughs> おアルコール度数の高いの。<laughs> 飲んでましたね。篠田も目の前にいていっぱい飲んでましたね。なんか配信者みんな結構飲んでましたよね。うん。いや楽しかったな。楽しかったですね。うん。だからあんな感じで気軽に飲んで話してする機会を持てたらなと思っております。なるほど、なるほど。クラシックもね、行きたいんで、ちょっとじゃあ武内さんにも声かけときますよ。なんか、そうですね。部屋作ろうかも、3人の。あいいですね。あ、いいですね、それは。うん。 っときますちなみに沖縄はどこに行かれるんですか竹内さんと。まあなんか繁華街近いところのなんていうんですかね一<あ>軒家ではないんかな何か何階か建てで、まあ、ワンフロアみたいなことなのかなで、うん、まあ何 DK みたいなところでそれぞれ寝室があってああ昼間はその D の <laughs> DK のところダイニングキッチンであのまま仕事すんのかなみたいな。 <laughs> あ<ー>ただ確かね3月半ばのなんか土日があって月日が、えー、平日で水曜日が祝日の週とかにする予定なんですよはい、はい、なんでまあ土日は自由にできるんであの観光とか,か観光とかもまあできるよなみたいな竹内、うんまあ、はやたらあの何て何っすっけな沖縄民謡を聞きながらそうめんチャンプルーを食べたいって <laughs> 無限に言ってんすよ <laughs> 俺何のことかわかんないんで、<ー>あの、はい、<laughs> あの聞き流してるんですけど、そういうお店結構ありますよ。うん。まあ、でも、はい、くっついていけば、まあ、味わえるんだろうなと思って、とりあえずもう、今は詳細はとりあえず聞かないようにしてますけど、うん、全部任せてるんですん任せてる、そうそう。<laughs> <laughs> 何にも知らないんで。飛行<そ>、うん、機やホテルのみならず、向こうの工程も全部任せてるんですね。そう,そうなんですよ うん、レミさん沖縄初めてですか初めてですね。ああ<ー>。本州から出たこと、まあ、あるかさすがに北海道は行ったことあるけど、はい、それ以外で本州から出たのって、はい、まあ香川行ったのと北海道幼い頃に行っただけで九州さえ行ったことなくてあららそこがね、うん、沖縄でですねう。なんでね。まあレビンさんがしたいことって特にないんですか沖縄で。 いやないんだよな、飯食いたいだけ。<laughs> <laughs> 沖縄料理を。うん、だからまあ、直前とかに何か調べて、まあ、そこに行くかみたいなことにはなるかもしれないですけど、はいはい、まあ、海ぐらい見といた方がいいんかな。まあね、沖縄って海見ないってことないと思いますけどね。<laughs> まあ、時期が時期なんで、でも、<laughs> あね、はいはい。まあ、入れはしない入れはしないけど、でも、綺麗って言ってたんで、まあ、犬間宮さんも言ってたんで。 はいはい、まあなんか確かになんかそういう心の乾きをもとあの,の癒しを求めて潤,潤いを求めていくんだったらそういうのを見に行った方がいいのかなみたいな確かにそうですよね東京じゃなかなか見られないですからね、うん、そんなきな海うん、うん、なんでまあそういうところは行くかもしれないですけどまあこれという目当てはないですね別にそうかえなんでレビンさんは沖縄に行こうと思ったんですか <laughs> 竹内さんが行きたいって言うからですね。あもう完全竹内なんですね。そうそうそう。連れてってよ、みたいな感じです。<laughs> 私をこの狭いお城から連れ出してですよ。<laughs> <laughs> 竹内さん前なんかで行かれてましたもんね。S4 かなんかの企画で。それもそうですし、個人的にも行ってるみたいで。え、そうなんですか ?SNS が嫌になりすぎて、そういうのを見ないで。 あのなんていうの離れたところに行きたいとか言ってなんか急遽行ったりとかしてるんですよ彼 <laughs> でも沖縄に行っても SNS は見られるんじゃないんですかいやなんかだからもう手放してるんじゃないですかそれはもう<ー>あのホテルに置いてあちこちを行くみたいなとかやってたんじゃないですか<ー>それがすげえ良かったって言っててなるほどあ,あの竹内でも SNS が嫌になるんですねいや普段からめちゃめちゃ嫌もうん,、まあ、なんか絶望してますよ彼は。 へえ、なんか好きなのかと思ってた <laughs> いや、彼は、ね、その、なんかよくあるステレオタイプの、その、あの、なんか世の中でやいや言ってるやつを見て、ケッケッケッとか言ってるタイプじゃなくて、心を痛めてるタイプです。へえあそうなんですね。<laughs> そうそうそう。そんな彼が S4 に入って大丈夫なんですかね。まあまあ、そういう方、方向性がちょっと違うやん、攻撃性の。 ああ、なるほど。<laughs> 確かに。<laughs> 世事はどうでもいいって感じじゃないですか、その。はいはい、確かにそうですね。うん。だから、なんか、それで <laughs> よく行ってるみたいですよ。<laughs> へえ<ー>フィリピン旅行も一人で行ったりしてるし、旅好きなんじゃないですか。<laughs> え、全然知らなかった。そうなんですね。フィリピン旅行の回とかありますよ、あの、ラッツショットあの、武智さんが行った旅行機みたいな。聞いてみよう、今度。そう、なんか、あのスマホでいろいろ撮ってたみたいなけど、それが水没したらしくて。 <laughs> なんかめちゃくちゃ面白い動画とかいっぱい撮れたのになんかって言ってめちゃくちゃへこんでましたね持ってないですね <laughs> うんそうそうそうかなんかそれにくっついていくみたいな感じですね沖縄行ったらねあの、うん、久高島ってところおすすめですよ久高島はいお<ー>久しいに高い島って書くんですけどうん、うん、結構沖<縄>離れてるんですか、うん いや、えっとね、そんな離れてないです。うんうん、沖縄本土から日帰りで行ける感じ日帰りできます、1時間ぐらいかな。沖縄神話で、沖縄が始まったところって言われるです、ね、<ー>場所で、沖縄の神話で。沖縄の神話とかあるんだ。はい、やっぱ沖縄そう、独自の信仰がありますから、あそこ。なるほど。へぇ。でももともとね琉球王国って独立した国でしたから、あそこは。なるほど。はい。 そ,うかそこの沖縄のなんか最も聖なる地なんですよ、ここは。へえ<ー>。<で>そういうオブジェクトもいっぱいあるんだ。なんかその島自体がもう神の島みたいな、そうなうにあが行けるようになってんだ、じゃあ逆途中まで行けるんですけど、聖域が所々あって、ああ4人禁制とか、普通の人入れないところがね、あった記憶があります誰が入れるんだ、じゃんそれは。もうその神官みたいな人たちですよ。へえ。 結構ね、<ー>まだ沖縄にその現地の土着の侵攻みたいなのは多少残ってるんですよね。うん、へお年寄りたちが信仰してるんですよ。なるほど。なんで、ここの久高島は結構歴史的かつ宗教的なスポットとして、面白いのと、うん、あと綺麗なので、うん、それこそ SNS 立ちとかするのにいいかもしれないですね。うん、<laughs> まあでもなんか 写真とか撮ってたら、こらって新刊にはたかれて落とすみたいなことに。<laughs> 大丈夫じゃないあの、反観光地化されてるので。なるほど。大丈夫です。<laughs> なんか TRPG の舞台になりそうな <laughs> イメージが俺の中に今あったんですけど、その、独特の宗教でみたいな。はいはい、確かに島だし。竹 <laughs> 内 <laughs> さんがある日起きたらいなくて、<laughs> 探しに行ったらいけににされようとしてるみたいな。<laughs> <laughs> で,ね、では x で振りますみたいな武市、ね、<laughs> プレイヤーじゃないんですね確かに、うん、そうあとねこの久高島ね、うん、独自の食文化があって、うん、あいいですね俺あの食を求めに行くんですよ俺はなんかね海蛇かなんか食べるんですよえー、なんだったかな,なんかそういうねもともとはこれも新刊とかしか食べられなかったものを今は食べられるようになってるんですけどなるほど なんかね、そういう,う、なんだったかな、えー、海蛇だったか、ウツボだったかなんか、そういうあの長い海の生き物をね、<laughs> 食べるんですよ。海ヘビってイメージさえできんな, <laughs> なんウ。ウツボみたいなやつです、長いやつ。へえなんか、確かそこでしか食べられなかったと思うので。まあ、せっかくなら行ってみたいですね、じゃあ。そのね、久高島に行く、船が出てるところの近くに、うんうん 世界遺産だったかどうか、ちょっと正確なこと覚えてないですけど、うん、あの、セーファーウタキっていうですね、<う>まあ、そこも歴史的なスポットがあ,あ,ありまして、うん、ここもおすすめですよ。なるほどこの。ウタキっていうのが沖縄の信仰の場所なんですけど、それの、まあ、跡地っていうか、まあ今でもそこで崇拝してる人がいるんですが、こういうスポットなんです。なるほど。 と同時に第二次世界大戦中の米軍の爆撃の跡が残ってるんです、いまいろいろなことが学べるところなので、ここは本当におすすめです。うん、<laughs> なんか、<ひ>ロマニスさんに、ねね、レクチャーされてから行きたいな、そういうところは。<laughs> <laughs> 俺ら行っても、<laughs> うん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 みたいな感じで、分からんまま通り過ぎそうな気もする。やっぱね、琉球はね、独自の文化と歴史がありますから、本当に面白いですよ。へえ。 なるほどそれも結構、はい、あの楽しんで調べられたりしたんですか、ロゴニュスさん。私もね、結構沖縄好きで、うんあの、コロナ前とかはたまに行ったりしてたんですよ。なるほど、はいで。実際に行って、そのおじいおばあ、お年寄りから話聞いたりとか、へ<ー> <laughs> 観光ブック買って読んだりとかです、ね、してましたね。でも本当に訪ねてとか。あの博物館とか、そういう案内してるボランティアのおじいおばあがいるんですよ。う ここは昔ねとか教えてくれる人が、ね、<ー>いらしてあなるほど<ー>昔なんかはあの姫より学徒隊の生き残りの方とかにもお話を伺ったことありますよ学徒隊ああ対戦中に女学生だったおばあちゃんがですね自分が目撃した戦争の記憶とかを伝えてくれたこともありましたねなるほど、まあ、あれも忘れられない思い出ですねうーん まあでもちょっと我々のお天気な食の <laughs>、主に食のやつなんで, <laughs> で、ね、まあちょっと相談して、まあちょっとお勧めされたよとは言ってみます。<laughs> <重> <laughs> はい、ぜひぜひ。うんまあ、重たすぎず、はいはい、<laughs> バランスをとって。うんうん、なるほど。興味があるなんか食べ物とかあるんですか沖縄までこれ食べたいとか。まあ、あの、ベタなやつも全然食ってないんですよ、俺。そのああ、きそばとか、うんあ。食べたことないですし、海ぶどうとかもないですし。 そのいいチャンプルーはさすがに、はい、ゴーヤーチャンプルーはさすがにありますけど、はい、まあでも、うん、スーパーのあのパックの入ってるやつぐらいですからあ<ー>、うん、全然もうだから何でも楽しめるというかあのベタを知らない人なんでいいですねうん、うん、楽しみですねじゃあうんうん そうなんですよ海ぶどうは本当、こ、うん、の本土と全然鮮度が違いますからなるほどいやそれもあって、なんか、あのーはい、繁華街近くに、ね、泊まって、いつでも行けるようにしようみたいなそのお店とかいいそういう位置取りをしてくれたみたいで、はい、<laughs> なるほど <laughs> だから車とかも乗らず、まあ、タクシーでばっと行けるみたいな感じしたいなみたいな。 俺は絶対楽しいですね。うんだから月かはなんか仕事できるんかって感じですよね。<laughs> <laughs> だから俺なんかはもうなんていうのやな？ちょっと不真面目なやつ。なんで、はい、もう全然月かはなんかもう。朝会だけ出ても仕事なんかファーって出かけたくなるんですけど、たけしさんはいや仕事をするとか言ってんですけど。<laughs> 俺がなんかもう何してんだよ。早く行くみたいなことをして、めちゃくちゃ騙しちゃうかも。<laughs> <laughs> なんか、うろ覚えですけど、前、竹内さん S4 の動画撮ってるときもなんか仕事してましたよね。ああ、そうなんだ。なんか動画中に上司かなんかから電話かかって,てあ,ありましたね。車運転しながら電話してる <laughs>。ありましたね。記憶がありますけど。ああ<ー>。がっつりするんでしょうね、きっと竹内さんのことだから。うん、まあ。 それもちょっとおも楽しみですけどね、どんな、ほんまにしなんかあの電話が聞けるのかみたいな、<laughs> なんか聞こえてくるぞ、この部屋からみたいな。<laughs> うん、また謝罪が聞けるかもしれないですね。うん、そうだから、なんか普通の旅行よりもさらに一味っていうか、その仕事をするっていう前提もあるんで、うんはい、なかなかない旅行だろうなっていう。<laughs> 確かにそうですよね。うん <laughs> ちょっと面白そうだなっていうことで。ロケーションは仕事の効率が上がるのか下がるのかも、うん、ちょっと。俺上がるわけ <laughs> いいですね。俺は上がるわけないと思ってんすけど。<laughs> はい、まあでも最初はまあ浮き,浮き足立つかもしれんけどうん、うん、慣れてきたらまあできるんでしょうね。うん、何日間でしたっけ ?4 泊か5泊するはず。4泊、うん、なんかな慣れた頃に帰ってきちゃいそうな気もしますけど。そうですね うん <laughs> でまあちょっとじゃあクラシックの方も行きたいですし、はいえー、パブの方も行きたいですねそうですねぜひ、うん、参加してくださいはいなるほどでみそパブとかって行ったことありますかパブ <laughs> パブって言われるとえ居酒屋は違うのみたいないやそれも行ったことないですけどあの, <laughs> あの 居酒屋とは違うのみたいなレベルですね、俺は。イギリス式居酒屋っていうんですかね。おぉ。バーとも違う。そうですね。うん、んーん、なんだろう、ま。飲みメインですけど、うん、バーほど堅苦しくなく、うんうん。居酒屋は結構ご飯メインなところもあると思いますが、パブはビールとか。うん メインでもうちょっと気楽に飲む感じですかね。お俺なんか前に引っ越しする直前ぐらいになんかあの、はい、誘われて行った時があったんですけど会社の人に。はいはい、なんか樽みたいな椅子に座りちっちゃいテーブルがあってもビールがなんか10品目ぐらいーって書かれててはい、はい、それを頼みながら生ハムつついたり、はいはい、あそういうノリです。うーん ああじゃあ、ちょっとイメージできるかも。そう、そういう感じのね、うん、ところです。いや、あれ好きですよ、あの形式。いいですよね。うん、うんまあ。俺はやっぱりいっぱい食べちゃうんですけど。<laughs> <laughs> いっぱい食べる人は、あの、向いてないかもしれないです、ね、で <laughs> まあでも、その、だから、こまごましたものをいっぱい食べちゃうっていう。あ,あなるほど、なるほど。<laughs> だから、体型はすごいことになるみたいな。<laughs> でも、それは気にしないんで、俺は。はい。うん、食のためなら。はい。 そうですね、ビール好きなんでね、俺。あどういう感じですか何メインですかうんとね、今、どっちのコースにしようか迷ってるんですけど、うん、イギリスのビールも飲み放題にする、うんまあ、イギリスがアイルランドのビールを飲み放題のところにするか、うん、それは抜きにするか考えてるんですけど、うん、仮にアイルランドのビール入れるんだとしたら、うん、ギネスであるとか、うん、黒ビールですね。なるほど、ギネスはあんまり得意じゃないんだよな。はい それから、オハラズっていう IPA ですね。うん。うん、IPA はなんか、あんまビールと変わらん感覚で飲んでますけど。はいうん、うん。うん、それのね、アイルランドから輸入してるオハラズっていうのがあるんですけど、それも飲み放題にできるプランがあるので、うん,う,んうん。それでもいいかなと思ってます。なるほど。まあ別に、あそれ飲み放題にしてないやつでも金出せば飲めるんでしょう。もちろん、もちろんそういうことです。まあそれはまあじゃあ皆さんの。 体制の意見を聞いていただいて、はい、俺はもう飲みたいようにみたいな感じでも全然大丈夫なんで。<laughs> 俺のためにビールーコースも入れてもらうとかは別にやってもらわなくても大丈夫。ウィスキーもいっぱいありますよ。ああ、いいですねあの。アイリッシュウィスキーがたくさんありました。この間ちょっと下見に行ってきたんですけど。アイリッシュっていうのはアイルランドって,って。そうですね、アイルランド産のウィスキーですね。<ー>スコッチよりはちょっと甘みとか丸みが。 あっ、て飲みやすい,す、ね、あいいですね。大体ハイボールにして飲んじゃうんですけど。うん、うん、ハイボールに合うと思います。うん,うん、うんあ。じゃあもうこれはレビンさん来ないとダメですね。<laughs> 全種類飲むぞみたいな感じで。全種類。<laughs> 冒頭種類ありましたよ。<laughs> なるほど。はい、うん。それはぜひ行きたいな。ぜひ来てください。うんうん、ゴールデンウィークの日曜日です。なるほど。夕方からです。<laughs> うんうん。 なるほど。はい。他は何かありますか。特に私からはああ、はあ、これっていうのは何どうなんですか。ーなんかうん。何か,かありますかレミンさん。俺そうだね。このところはもうほんまになんかちょっと仕事がねだるくて。<laughs> <laughs> 昨日あの会社の人と新年会が、俺がインフルになったり、会社の人がコロナになったりで、ずれにずれて、昨日やったんですけど、だいぶ遅いですね、だから、あけましておめでとうございます、バレンタインデーですね、みたいな感じで言ってたんですけど、なんかまあ、俺ん家の近くに美味しい、そう、俺んちの近くにもね、美味しい居酒屋があって、それ前、紹介してくださったとこですよね、多分ですかね。ぜひ来てほしいんですよ1回は。 今度ぜひあのボードゲーム会の時に。ボードゲーム会終わりは、まあ、近結の人がいなければ行くことになってるんで、大体。はい、貧血になるんですか、<laughs> ボードゲームをして。じゃじゃじゃの人が。貧血でびっくりした、ね。お貧血の人がそもそも来る場合は、ちょっとあのファミレスとかになるんですけど。なるほど。はい。まあ、ちょっとあの、ブルジョージーな方なそんなに高いんですか <laughs> いやいや、そんな全然ですよ。<laughs> あの、 方が来る場合はまあ行きたいなと思っててそうですねだから物の警会一回あのお呼びしてなんかその帰りに行ってみたいですねそこもねぜひただ私例のあのお酒飲めない期間がしばらく続くので四月までですねですあもう今は絶賛今絶賛あねで4月までで解,解禁というかそのタイミングでパブだみたいなそういうことです、はい、<laughs> なるほどはい そうかそうかかそそじゃあそれ以降ですねでも日本いつまでいられるんですか今回は今回はまだ全然います全然はい夏とかでもいるかもなちょっとまだうん、うん、ただんまああのはいああじゃあその辺の時期でお呼びしたいですねまあお酒飲めるようになってからいなくなるまでの間そうですねなるほどなるほどで,、ね、でそこでちょっと新年会してたんですけど はい、会社の人と、はい、まあなんかもうちょっと仕事だるいみたいなことを言ってて俺がまあなんか同じことばっかりずっとやっててあ<ー>でしかも俺もともとゲーム、はい、ゲーム会社として入ってたんですよ今の会社に、はいはい、でゲームプロジェクトばっかりやってたんですけど最初は、はい、最近はその業務システムみたいなのにだいぶシフトしてきてあそうなんですねそう最近やっぱちょっとゲーム景気悪いんですよね あんまりちょっと美味しくなくなってきてるというかだんだんとそうなんですね、えーうん、やっぱソシャゲとかもそんなスマッシュヒットみたいな馬、まあ、娘を最後に聞かないじゃないですかはいはいはい言うてまあそれもあるしまあだからなんつうんですかね大手以外がこうソシャゲを作るぞみたいな気温はちょっとやっぱだんだん下がってきてるものもあってはい まあゲーム業界が不景気で、でもかといってエンジニア需要は高くて、はいはい。あのまあ、でもどこが高いかって言ったら、やっぱちょっと業務システムとかの方なんで、ん最近そういう仕事ばっかやってるんですよ。うん。もう3年ぐらい俺の場合は同じところでずっと業務、業務システム作ってて、はい。おもんないんですよね。<laughs> まあそうですよね。ゲーム作りたいのに業務システムつまんないですよね、<laughs> <分>そうや。やってること自体はそんな変わらないんですよ、正直。はい、その例えば、はい、ゲーム で例えばあのリアルタイムランキング1万人が参加だみたいなことができるようなものを作れって言われても、うんはい、結局その業務とはあんまやること変わらないんですねその,そのシステムを作ること自体は、うん、ただ、はい、これがゲームに使われるんだとかその、うん、仕様を見るときにゲームの画面が出てくるとか、うん、で、はい、こうチク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 こうゲーム的刺激はやっぱずっと仕事中受けてたわけでなるほどはいそれでまあなんか楽しいなって思ってたのところが今はもう システム、はい、<laughs> 画像をアップロードしそれが何か加工されてここに表示されるみたいなことばっかりをやってると思わないんですよね。はいうん、面白くなさそうですね <laughs> <laughs> まあ当然そういう需要が多いんですけどでも、はい、あの通販サイトとかそういうのでもやっぱりあ<ー>そういうのばっかりですから、はい、でそういうのやってて思んなくてなんかうん。 ちょっとおもんないんすよねみたいなこと言って、うん、でまあ俺の計画としてはうちの会社はまああの知り合いでやってるんで、はい、まあ融通が利くというか、うん、俺がその、はい、普通の会社の上司と喋るような感じじゃなくて、うん、まあちょっと最近あのしんどいから1か月休むわみたいなことも言える立場ではあるんですよはい、はい、でも今のところが結構楽で俺あのここをクビになったらあの,、はい、ああのクビになったら次のやつに あの次の仕事紹介されるわけやけど会社からそのはい、はい、紹介を1か月遅らせてもらって1か月休むみたいなことができるわけですよはい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 だからクビになるの待ってるんですけど今初めて聞きましたクビ待ち <laughs> いやクビになるの待ってるのはちょっと言い過ぎですけどその、はいまあ、向こうの都合であの来月からなしでっていうこと、うんまあよくあるんですよ、えー、俺が優秀とか優秀無能とか関係なく向こうの都合で、はい あのこのプロジェクト終わったんでもう人はちょっと一人減らすんでありがとうございました今までみたいな感じでまあそういう契約なんですよね会社間は。でその人員なんで俺がまあたまたまプツってこう、はい、別の職場にパッて行かされることもよくあるんですけどそれをまあこうちょっと、はい、なんか今継続できてんのに俺から「はい、いや休みたいんで」って言って辞めるのもちょっともったいないというか。うん はい、切れ目にやった方がそういうのはいいので、はい、でも切れ目がなかなか来ないんで、<laughs> <laughs> なんか、まあ、クビになったらはちょっとあの面白く言ってますけど、はい、その切れ目早く来ないかなみたいなことをずっと言ってましたね、俺は昨日。<laughs> <laughs> それはなんかプロジェクトが完了したらとか。 ではなくてま,まあとか完了しないまでも、はい、そのだんだんその常に必要な人数ってい一定じゃないわけですよプロジェクトもずっとって。はいはい、最初はめちゃくちゃたくさんの人で開発してあ、はい、だんだんこう細かいところやっていくにつれて人数絞るみたいなもう一般的な感じなんでだんだん、まあ、逆にそ,のそろそろリリースだから人員をドバッと増やすみたいなパターンもあるんですけど、はいまあ、うちの場合はそんな人員がそもそもいらなくて機能を作ったら。 まあ私たちがやりますよみたいなその私たちでてい、うん、俺をえ俺、ー、を呼び寄せてる人たちが、まあ、俺にいっぱい作らせてあとはこっちでやるんでみたいなパターンやからはい、はい、そろそろなりそうではあるんだけどなななななるほどんんんかあんまなんないんだよな <laughs> <laughs> 向こうもいっぱい仕事持ってるから俺がそこでの役割を終えてもこっちちょっと手伝ってほしいんですよねとか言ってなるほどずっとつないでいって、はい、それで3年続いてるんですよ。 <laughs> ああ<ー>4つ目ぐらいで今 <laughs> はい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 もうそろそろもうだ,かちょっとだんだんこうそこを悪くしてあんまり仕事をしないみたいな感じになってるんですけどそれでもまだ全然クビにはなってないみたいな <laughs> <laughs> 冗談じゃなくて本当にそこを悪くしてるんですね <laughs> 冗談で言おうと思ったら <laughs> <laughs> そういう部分はありますね えでもそれ仮に、まあ、クビになって次のとこ行くとして次のところでもまた同じような仕事させられる可能性はあるってこと、ねうん、全然そうですね。もう今、うん、ゲーム案件全然うちの会社抱えてないと思うんであじゃあむしろそっちの方が高いわけですね。そうなんですよ単価は。なるほど。そ <laughs> うなんですよね。プログラマーもせちがらいいんですね。やっぱちょっといやずっと同じことしてると飽きてきますよね。 うん、うん、で特になんかリモートワークなんで、はい。もう家に、バシでずっといるんですよね。ああ<ー>。うん 運動とか今、どうしてるんですか前はプール行く時期でしたから。いや、そうプールにはまってましたけど。だいぶ前ですけどね、それね。あ、でも、そうか、ロマリンさんとラジオした時、ちょうどやってた時期か。そうなんです、そうなんです。プールにはまってるレビンさんが僕の最後のイメージなので。あれも、その時も言ったかもしれないんですけど、8月31日でプールって終わるんですよ、大体。野外の。ですよね。もうすぐ終わりっていう話を聞いてどうするんだろうな、という。え、ぷっつりやらなくなりましたね。 いや楽しかったんですけどね、あの、深いプール。はいはい、最初こそ日焼けで苦しみましたけど、ちゃんとあの、なんだっけ、なんとか、なんとかスーツみたいなの着て、日焼けを避けるような、長、うん、袖のスーツ着て、入ってたんですけど、はい、楽しかったんだけど、ま、ジムでプールっていうのも、ちょっとその直後、検討したんですけど、うんはい、あるんですよ、ジムのプール近くにありますよね、うん。近くにもあって。はい 行きやすそうではあったんだけど、はい、屋内のプールって暇なんですよねなんかやっぱ、はい、空とかが見れないからああなるほど泳ぐことに集中しちゃうってことですか泳げないですよ俺 <laughs> 泳げないからなんかウォーキングそうウォーキングとか漂ってたりとかして楽しんでたんですけどはい、はい、その時に当然空とか見えてあの雲がみたいな感じで見てたりはい、はい <laughs> なんか太陽眩まぶしいなとか、はい、周りがキャッキャッてなってんなとかやっぱ子供夏休みシーズンだったら子供がいたりして楽しそうだなみたいな感じで風景として楽しかったんですけど、はい、ジムの屋内プールってなるともう無味乾燥じゃないですかぶ多分確かにそうですよね多分飽きるなと思ってで飽きた経験もあるんですよなんか市民プールに、うん、屋内プールに行った時も本当、うん、ウォーキングコースを往復してるだけでなぜか BGM がかかってて、うん 90年代の j ポ p o p とかが流れてて、はい、いやー、こんなん楽しくないよとか思って、うん3日ぐらいでやめた覚えがあるんで、はい、続かんやろうなと思って、結局何もやってないですね、今、運動とか、ま。そうですか。うん体重とか大丈夫ですかいや、やばいっす。めっちゃやばい <laughs>。今日も食べる話いっぱい出てきましたけど。あのとうとう130超えましたね、体重が。 過去最高ですか過去最高です。お<ー> <laughs> 今超えてると思うね、多分。百132。測ってもないんですかいや、最後に測ったのが1週間ぐらい前で、まあ、その時は132でしたね。まああ。まあ結構変動するんですけど、128から132ぐらいを。<laughs> 結構振り幅ありますね。いや、めっちゃあります。やっぱ、だからベースの値が高いから、その <laughs>、はい、同じ1%とか2%でも、 普通の人の1、2%, 1> 1 2違うみたいな。なるほど。特に人間のその骨格みたいな、そのどうしても削れない部分を差しいたら余計に倍率違うじゃないですか。はい、確かに確かに。人間どんなに痩せても仮に30キロだったとしたら、はいはい、30引いて余剰分だけで考えたらもっと差があるわけですよ。はい。<laughs> もう倍以上かもしれなくて。<laughs> はい、だからやっぱ体重の振り幅も倍以上とかになりますよね。 確かに。<laughs> そうですね。<laughs> そう。なんで、まあ、結構、うん。で、まあ、やっぱ、体をだんだん、その、ウーバーに頼って動かさなくなると、それ自体がうつ,のう,つうつとした原因になるし、うん、はい。参ってますね。うん。<っ>それお買い物とか、お買い物とかも全然行かないんですかああ、それはまあ、たまに行くんですけど。たまにはい。あの まあ俺、千葉県の方に引っ越したんで、はい、まあ繁華街といえば柏っていうところがあって、そこまでまあそんなにエキスないそ、そんなに遠くないんですけど、はい、まあやっぱでも電車に乗るってなると、あんま足が遠のくというかそう、最寄りとかは特になんもないんですね、じゃあ。イオンがあるぐらいですね。<laughs> イオンがある。<laughs> <ー>まあ、あんま行く理由はない。 でですねそうですねうんでもまあなんか正常石井的なスーパーになんかもの珍しくこうなんか見に行ったりとかするんですけどリュック背負ってそれにパンパンになるまで買うみたいなことたまにやるんですけど、はい、まあでも言うてね家帰って酒のつまみが増えるみたいなことです <laughs> 運動したたけどよりカロリー取るみたいなことですね <laughs> まあ運動もしてんのか果たしてみたいな感じやしなあれぐらいの <laughs> あれぐらいのことだとうんいっそのことその柏に住もうかなって思ってたりして今ああはいはいいっそ繁華街の方に近づいたらなんか外まあ何て言うの楽しいところが近くなるというか柏って楽しいことあるんですか まあだから買い物、<う>買い物ですよね。うん、<laughs> 一応将棋道場はありますけど。ああ、えー、将棋道場あるんですね。うん。柏の将棋道場。あるんですけど、まあでもそんな行くかって感じやし。うん。うん。だからまだましかなみたいな。でも、うん、まあ東京、 側に行くとい、それもねあの、昨日の新年会で進められたんですよ。東京に来た方がいいですよ、みたいな。<laughs> その遠のいて人との交流は明らかに減ったんですよ、俺。ね、ああ<ー>、<会>前回もね、お話しされてましたよね。そう会社に行かなくなったんで。で来た、こっち来た方がいいですよ、みたいな、やっぱり。っていう、はい、進められたんで、まあ、確かにそれも一理あるみたいな感じで、うん、悩ましいとこですね。でも、東京行ったところで、 何すんだって感じはあるし。うん、別に。そうですよね場所変えてもあんま解決にはならないような気がしますけど。うん、そう、イベントごとが東京であるときには全然行ける距離なんで、はい。別に行こうと思えば行くし、いいはい、行くことは可能だし、はい。ってなると、うん、なうん、まあそんなね、なんか、柏ぐらいやったら別に全然、う東京にとそんな変わらんことはで可能ではあるっていう。 うん。そんなに遠くないですもんね。うん。原因はそこではないのではみたいな感じで。そうですよね。<laughs> <laughs> どうするもんなんですかね、こういうの。<laughs> いやなんか、ウォーキングとかから始めたらいいんじゃないですかいや、ウォーキングはちょっと俺、楽しみを見出せないんですよね。例えば、なんだろう、うん、音楽聴きながらとか <laughs>、うん。いや、散歩は、もちろん、や、はい それが楽しめるならやりたいんですけど、やっぱやってみて、おもんなって思っちゃうんですよね、ずっと。あれ、あの、ランダム駅ってもう、一回中止してるんですかまあ、中止というか、休止というか。別に何にも言わずに、まだ次をやってないだけなんですけど、ああ<ー>。あれも、編集が大変なんですよね。なるほど。うん、うん。編集がめんどくて、うん。 あんまりやってないですね。編集の問題があるんですね。うん、どうしたもんでしょうね。<laughs> まあだか,らだからこそさっきみたいにそのそれ私を連れてってみたいなことにも積極的に行こうっていう姿勢だけは構えているみたいな。なるほどなるほど。ほどうん、あ結構まあエンタメが欠乏してるっちゃ欠乏してますね。 とりあえずゴールデンウィークにパブに来るのと <laughs> 音楽を聴きに行くので <laughs> そうですね,そ,ですねそれはぜひ <laughs>、うんはい、いやでもなんかね運動した方が多分いいですよね運動そうですね、うん、なんかされてます、うんまあ、お,お散歩好きなんです、ね、そうですねはいもうそれでこと足りてるみたいなことですかでもいやそろそろ僕ジムに行った方がいいかなと思ってて<ー>うちの家内からも言われてるんですけど、うん、引き締めなさいみたいな <laughs> そうですね。あと、えー、やっぱりどんどん年とともに筋肉って減ってきますから、うん,うん、一のためにやっとかないと今後つらいわよみたいな,なるほど <laughs> ことを言われまして、うん、今年ジムに入ろうかなとは思ってるんですよ。うん,うん。ゆみさん、特に体の不調とかないんですか腰が痛いのと、まあ、不調をよく考えればいっぱいあるんですけど。例えば無呼吸とか ああはい腰が痛いとかはい尿酸値が高い血圧が高いとかいろいろあるんですけどなんか実感としては腰が痛いぐらいなんですよ、はい、ああ特に不便はないわけですねそう服薬はしてるんでうんうん、うんうん、でもなんか5年後10年後がちょっと心配ですよね、うんうん、なかなかっすよね39なんですけど今年、はい、年齢が、はい、39で1 3 2キロってなかなかすごいですよね そうですね。<laughs> ますねいつ爆発。いつ爆発してもおかしくないみたいな。<laughs> 気づいたらどうみやけどなんかう、うまいことのらりくらりこう、なんか、爆発して入院して思い知るみたいなこともなく、はい、一応まだいけてるんですけど、こんなん時間の問題やと思うんですよ。<laughs> そうですよね。<laughs> 思うんですけど、なんか今大丈夫だからやっちゃってるみたいな感じですよね。不摂生を。 なんか僕この間ちょっと前、うん、あのおなかが内臓が痛くて<う>ついに来たかと思ったんですよ。どの辺えっとね腸の辺り<う>で調べたら肝臓をダメにしたらその辺が痛くなるみたいなこと書いてあって<う>あついに来たかと思って<う>病院に行って精密検査してもらったんですよ。 そしたら単にウイルス性の腸炎だったので<ー>大丈夫だったんですけどその時にやっぱりちょっと健康考えなきゃなってのが本気でりましたね <laughs> やっぱ思うタイミングはみんなそんなううそういう時ですよねはいないんだよなあんまそれが <laughs> 生じい感情というか<し>、うん、健康診断は毎年されてるんですよねしてますねでも特に大きく問題もなく いやまあまああ肝機能がよくないよみたいなことは言うけどはい,いや別に普通に生活できてるけどみたいなあ<ー>う痛みとかは別に腰が痛いぐらいですねあのその腰が痛いの怖くないですかまあ慢性的に痛いですね人間ドックとかってしました30歳の時にやったからもう10年前かあ10年前うんどうですかでも健康診断とそんな結果変わんないですよ、はい あ、そうですか、まあ、当時はね <laughs> で。今もまあ、なんか人間ドックってプラスで何調べんねんって感じじゃないですか。健康診断と比べて。だいたい血液でわかるじゃないですか。A、MRI とかとって中がよりわかるんじゃないでしょうかわかんないですけど。MRI ってなんか、なんかの病変を疑ってやるもんだと思うんですよね。ああ、はいはいはい。 全般的にみたいなことじゃなくて、この疑いがあるかっていう目的で多分測るんで、なんかこれっていうターゲットになる病気がないとやっても意味ないんじゃないですかね。そうなんですかね。僕全然わからないですけど、うん。うん。一回やったことあるけど、何でやったんだっけな、あれ。なんか膵臓がもしかしたら、その俺脂肪が分厚すぎて、はい、その内うんなにっけ、腹部エコーでなんかそこまでエコーが到達してないみたいな。<laughs> <laughs> そうやって、<laughs> ここ、あの、見えないとか言われて。<laughs> <で>そんなことあるんですかそうで。見えないからちょっと怪しいね、みたいなこと言われて、ちょっとあの MRI やってきたら、はい、みたいな。令和の技術をもってしても、レインさんの脂肪の中は分からなかったんですか、うん、そう。<laughs> すごいですね、それはなんか。それは多分、なんていうの、はい、技術がどうとかじゃなくて、 はい、普通はこれで大十分だから、検査のレギュレーションとしてこれぐらいの強度でやるみたいなのに、俺は外れてたんでしょうね。なるほど。全然あり得ることというか。はははそれでだいぶ前に MRI あったけど、まあ別に特になんもなくて。むしろなんか MRI の中に入れられるときに、俺の体じゃちょっと。そうか。あ<の>確かにそういう問題もあるんですね。パンパンできつかったですね。 あそうだ俺確かに130は切らないとやばいわあの、はい、いっつも行ってる健康診断の病院があるんですけど、はい、そこはあの、はい、もう俺の年だとバリウム毎年やるんですけど、はい、バリウムのあのね機械のところに注意書きが書いてて、はい、130キロ以上の方はあの乗れませんみたいなこと書いてたんですよいいえそうなんですかあれで俺さすがにこんなないわーって言って <laughs> で <laughs> 直,直近の時は128か6ぐらいやったんですよ。<laughs> はい。だけど今も130超えてるんですよね。あの毎年今10月ぐらいにやってるんですけど。はい、はいはい。<laughs> 来年、来年で今年の10月、やばいんじゃないか、これ。でしかもさ、なんかまあ誤差ですやんみたいな、そちょっと大げさに言ってんでしょ、もっといけるけど、あの130って言ってんでしょはい、はい、って言っても。 はい、言って、しれっと乗ることもできるかなとか思う、ちょっと想像してたんですけど、よく考えたら体重測るんですよね、はい、当日。<laughs> 絶対に逃れられないっていう。確かに。嘘は絶対に割れるっていうあ。体重計ってどれぐらいまで測れるんでしょうね。それは結構上いけるんじゃないですか。上まで行けるんですかね、うん。家庭用のやつでも測れるぐらいだから。 でもいずれにせよ、やっぱやちょっと痩せた方がいいですよね。まあ、ちょっとどころか。<laughs> いっぱい痩せた方がいいでしょうね。<laughs> いっぱい痩せた方がいいですよ <laughs> なんか、真面目に考えますか。うん、エビンさんが楽しめるダイエット方法。うん、そうね。これまで一番聞いたのはやっぱ禁酒ですか禁酒は聞いたやろうね。そうだね。いや、そうですね。 飲、うん、酒に伴うおつまみの食べる量の低下なるほど、そうか、おつまみも食べますもんね。めちゃくちゃ食うんすよ。酒飲んだとき、はい。そうですよね。なたカップ焼きそばで酒飲んだりしてますから。<laughs> うん、それは非常に不健康ですね。うん、カレーとか全然やるんで、うん。カレーを食べるお供にビールじゃなくて、ビールのお供にカレー行くんですか おつまみ感覚でそう,そうまあ大体ウイスキーですけど<っ>カレーはあー <laughs> ウイスキーでパンにつけながら食べるみたいなちょっと焼いたトーストにつけながら食べるみたいな <laughs> お結,結構なカロリーですね、うん <laughs> やってたりもセブンの冷食次々と食ったりでもタバコも吸っ でお酒も飲んで、運動もしないで、そんだけいっぱい食べて、逆によく、うん、なんていうかそ、そこまで体崩さないですよね。<laughs> だからなまじ頑丈なんでしょうね。<laughs> すごいですよね、その頑丈さ。うん。こんなもん、チキンレースというか、はい。あの、なんていうずーっと、なんていうの、例えばこう、ね、あの、 道路をコロコロ変えながらやるチキンレースに常に参加してるみたいなことやとして、俺は常に同じところで止まってるわけですよね。はい、ブーン、ピタ、ブーン、ピタって。<laughs> じゃあ、俺のブーン、ピタで足りない道路もいつか出てくるはずなんですよ。<laughs> それが、あの、運の月の瞬間っすよね。<laughs> うん、みたいな。<laughs> うん、苦しい、みたいな。 やだなぁ。なんか、なんかやっぱり、長生きてほしいですよ。<laughs> いや、それはも俺もしたいですけど、でも今はこのメソッドでいけてるし、みたいな。どう,どう何,何がいいんでしょうね。<laughs> 何がいいんだろう。めっちゃ考えてくれてる。うん。やっぱ、これから武にさんに管理してもらうとかどうですか <laughs> 週に一回来てもらって一緒になんか運動するみたいな。い<や> <laughs> まあそれもね、あのエビララクさんって方と一緒に動画上げたりしてたんですけど、や、ねはい、めちゃいましたし。エビさんも結構大きいですよね。まあでも結構、見る目る痩せてましたよ、一緒にやってたときに。100切ったわ、よかったとか。でも、うんうん、やっぱりやめたら、もう100超えてきましたねとか言ってましたね。この間、スポイフィルムギャラクシーでお会いした時うん、うん、お,お二人とも大きいなって思ったんですけど。うんうん そうですね。嫌になっちゃいますよ、やっぱ。あのー、やってるとき結構嫌ですと。もうや、あのー、いちいち食べたもん記録するのめんどくさい禁止も嫌ですよね。もちろん嫌ですね。<laughs> 特にやっぱりね、なんか悪い相乗効果がというか、はい、連鎖みたいなのがあって、その、はい、暇じゃないですか。 仕事もやったりやらなかったり曖昧な感じでいいし暇だったら酒飲んじゃうわけですよ酒飲んだらなんかまただるーくなってこう憂鬱になりみたいな<ー>もうでいっぱい食べちゃってみたいなもう悪い連鎖ですよねそ近に転職はどうですかいやーそれは思い切ってるよな <laughs> 転職まあこ今ほど稼げるような職ないやろうなさすがにさすがにねな,なんだろうなどう、うん、難しいですねそうですねうんたけちさんに頼むしかないですねなんかたけさんも 最近90超えてとか言ってましたからね。結構あんたも動いてるイメージありますけどね。まだから俺ほどにはならずに住んでんじゃないですか。ああ、そんなに食べるイメージもないんですけどね、<laughs> 竹内さん。いや、食べてると思いますよ、だいぶ。あそうなんですか。うん。まあだい、うん、酒も飲みますしね、彼。もう一緒に、にあの、飯屋行ったら、だいたい酒じゃ酒じゃとか言って生ビール頼んでますし。 確かにそうですね。うん、<laughs> いや、お酒が悪い。ま <laughs> あ,あの、ロマニウースさんも虫歯まれてますよね、多分やっぱ、よくない、お酒は。<laughs> <laughs> お酒の前でもそんなこと言えんのか、あんなに楽しみを与えてくれてるでしょうよ。<laughs> <laughs> 今はないもん。<laughs> <laughs> 確かに今飲んでない期間やしね。 飲んでない期間が定期、一、ね、年に定期的にあるの、すごいいいですよね。そうですね。あと、ね、なんかね、創造性が良くなるっていうか、う仕事の効率が良くなるっていうか、飲まないと。飲んでないと、うん、クリアになりますね。<ー>世界が。<laughs> いや、その期間をなんか、ちょっと外部的、外部から与えられたものとしてもやってる、あの、なんていう完全自発的でもないじゃないですか、はい、その。 はい、そうですね。それもちょうど良いいさそうですよね。そうですね。だから、そんなにストレスにならないし。うん。そういう時期か、みたいな。そうですね。習慣化もしてるわけですから。うん。ないからな。ずーっとダラダラですからね、こっちは。じゃあもう、洗礼を受けるしかないですね、これは。<laughs> <laughs> 入信 <laughs> 入信するそれでも外的な <laughs>。 要因によってあ、まあ、それってなんかまあ、いろんなものを獲得はできると思うんですよ、失うものもあると思いますけど、はいはい、コミュニティみたいなんとかね、多分あるんでしょうし、はい、いろいろか、戒律だの、まあ信仰だの、いろんなものをパッってなんかこうセッパッケージみたいなもんですよこうそうですね、スターターキットみたいなのが作れるわけですよね。そうそうそう あれは結構手っ取り早いとか言ったらちょっと、なんか <laughs> あの、不損ですけど。<laughs> うん、その前、ね、うん。いやどうなにの、うん、カトリックでいらっしゃると思うんですけど、はいはい、なんか、暴食はよくないことなんですかやっぱまあ何事も過度にするのはよくないですよね。 お聖書の中でもその暴飲暴食を収めて、いさめてますよ。あじゃあ、やっぱおデブでのままそのパッケージに加入すると、そういうところはちょっと足りてないんじゃないのみたいな指摘はあるんですかね。いや、全然ないです。<laughs> なそういうのは全くなくて、はい。うんだだ例えば逆に断食ばっかしてるのもよくないわけで、うんう両極端がだめですよね。う むしろ言ってほしいんやけどな、それはでも。<laughs> <laughs> それはもうじゃあ、修道士とかになるしかないんじゃないですか。<laughs> <laughs> そんなん、なんかすごい積んだ人がやるんじゃないの積み上げた人がやるんじゃないの <laughs> <laughs> あまあでも、もう,うん、うん、そういう方法も一つかもしれません。<laughs> <laughs> なるほど。う そうね、まあその辺はちょっとダラダラやってますね。そうですね。ねなんかこれ半年に1回ぐらいしか今できてないのでね、はい、半年に1回のレビンさんの健康確認みたいになってますけど。<laughs> 規制みたいな。<laughs> 元気してるか <laughs>。そうですね。なんかゲームああ、いやな、なんかおっしゃいました。うん いやもうちょっと頻繁にね、ラジオできたらいいですね。ああ、確かに。そう。1時間、2時間ぐらいやったら割と頻繁にできると思いますので。ああいいですね。はい、なんか、ゲームとかは、その、ロマニウム年代記のベースになってるゲーム以外にもなんかやられてるんですか <laughs> 最近ね、あ g e l d スクロールズファイブスカイリムを始めまして。ああへえ。 あのシリーズがすごい好きなんですけども。はいはいはい。れを今初見プレイしております。あ、なんかフォールアウトでしたっけはいはい、そう、その会社です。やってましたよね。はい。あれ、あの、スカイリムの前ですよね、一個。あれ、同じ会社が作っているので、スカイリムの前、オブリビオンって作品ですね。ああ。そう、オブリビオン、私、あの、切り抜き動画があるんですけど、12時間の切り抜きというですね。前代未聞の。 長時間切り抜きが以上に上がっております。元は何時間なんだ ?20 時間あるんじゃないですかね。わかんないですけど。いや、なんかこの作品内に本が登場するんですよ。で、歴史書みたいなのが登場して。水前垂善じゃないそう、それを精査していくっていう。精査すんだはい。あの、そういうことをね。 やっとります、ねうん、えでも精査するんだったらこう日本語訳ではまずいのではみたいな感じあもちろんもちろんあのげ原文持ってきて <laughs> <laughs> インターネット上に原文があるのでなるほど原文見ながら英語の原文見ながら日本語の見ながらここ語訳だよねとかとチャット欄に構成の仕事してる人が現れたりしてへ<ー> <laughs> きっとここはこういう理由でこの役になったんでしょうねみたいな,なるほどすごいねここでしか見られないことやってますよ。<laughs> そのゲームのどこで止まるかわからないスリリングなところありますよね。<laughs> そうですね。な <laughs> メモしながらやってるんですけど、今メモ帳、うん、ワードファイルで15ページ、17,669文字あります。<laughs> <laughs> <laughs> 息を吸うような文章書いてんな。<laughs> はい、すごいな。なんか戦闘シーンよりも文字を読んでる時間の方が長いというですね、<laughs> ゲーム配信をしております。<laughs> そうだってゲーム始まる画面で、ね、もう止ま, <laughs> 止まっちゃう人ですからね。そうですね。うんまあ、唯一無二のことをね、うんやっていきたいと思います、この。あでもなんかそういうのって、ね、じゃあ、幸之助さんとも話したことあるんですけど、はいあの、ハイファンタジーみたいな世界、その、要は。あ,あ、そうです、そうです、はい。 で、なんかそのハイファンタジーの強固さを確かめるみたいなことに関心があるみたいで、河野介さんそへは、えーはいはいはい。うんと、そうですね。まあハイファンタジー、その世界ではこういう種族がいて、みたいなやつって、まあ例えば、うん、まあちゃん、なんか適当なやつだと、エルフがいます、ドワーフがいます、人間がいます、はい、なんか知らんけど、はい ファンタジーの世界 hp ととかかレベルとかありますみたいなまあ例えば漫画とか小説とかでそういうのがあったとして、うん、でもここの世界経済回ってないだろうみたいなそのギルドとかあるけどギルドにはなんかお金が払われたりしてる誰が払ってんだとかそういうところも細かく設定してる世界としてない世界とかあるじゃないですかはいでなんかやっぱ今日ハイファンタジーである以上はその強固さが 後ろにないと、ハリボテみたいな感じだと、まあ、今日がそがれるとか。うん、そうですね。はい、っていう、その、ハイファンタジーの確認とかたのを楽しんでるみたいなこともあるんですかもちろんです、もう大好きです、うん、僕。ああ。なるほど。それでいうとう、もともと、あ、はい、あ、強固なんですかね、やっぱり、その。非常に強固ですね、この g l ダ a スクロー o ズシリーズは。へえ。 例えばその種族いろいろ人間系の種族がいるんですけど、うん、それも先祖はもともと一つの種族だったのが<う>別の種族とこう共存する道を選ぶことで根血が進んでいってその特徴が入ってる種族と、うん、この共存を選ばないで独自の道を歩んだ種族とかっていうのが出てくるわけですね。<う>でこの先祖の時代とかはもう全く描かれないんですよで。資料も残ってないんだけど、うん、こう文献のところどころに現れてくるみたいな感じです。 しかないんですが、<ー>そういう種族的なところもそうですし、神話とかも強固ですし、経済的なこともかなり強固な作品だと思いますね。なる,なるほど、なるほど。うんうん、私、SF も好きなんですが、うんうん、スター・ウォーズって作品がねもともと非常にこれ強固な作品だったんですけど、<ー> <laughs> ディズニーに買収されてからハリボテになったんですね。<ー>悲しいことに <laughs>。そうなんだ。<laughs> はい。 なんかスター・ウォーズってもともと映画があったわけですが、うん、ファンたちが集まってその映画を肉付けするような形で独自の世界観を広げていったんですよ。うんうん、割とその公式もそれら二次創作を認めるような形でその世界観が広がっていったんですけど、うん、ディズニー買収後ですね、うん、公式がそれらは二次創作ですっていう宣言を出しまして。えー これまで数十年間ファンたちが築き上げてきた強固、うん、な世界観をですね、一気にこれは偽物ですみたいな宣言を出しまして。ディズニー買収前のスター・ーズ作ってたとことかは、いわゆるその言われた二次創作的な部分、強固にしていった部分を取り逆輸入とかし,したりはしてなかったももちろんもちろんしてましたよ。もちろんしてたんですけど、それ,それは全部外伝ですみたいな。<laughs> <laughs> マジ スター・ウォーズで世界線が2つあるんですよ。うん、レジェンド世界線と静止世界線ってのがあって、<い>ディズニー買収前のやつはもう基本的に外伝なんだと。<ー>外伝世界線なんだっていう宣言を出してですね。<ー>ディズニーの世界線こそが真の世界線だという。えー、いイーロン・マスクや <laughs> そう、そういうことをするんです。イーロン・マスクみたいなことをしてますね。お金持ちはそういうことをするんです。へ、えー。<laughs> それで私も含め、あまたのファンがスター・ウォーズを去っていったのです。あ、去ったんだ。去りました、僕は。まあ、こう、値しないって感じ、うん。値しないですよ。うん、<laughs> もう、ほころびだらけですよ。なるほどね。ダンボール製ですよ、あの,の。<laughs> <laughs> なるほど。 無限に悪口言えますからね、僕、スター・ウォーズの, <laughs> その。買収後の悪口。買収前の良さと買収後の悪口はもう無限に死ぬまで言い,続けま言い続けられますよ。<laughs> ラジオみたいに <laughs>。壊れたラジオみたいに。なるほず、ね、っと言ってますからねあ。なんか選ばれるゲームとかも、やっぱそういう視点が持てるものが多い。 基本的にそうですね<ー>で。まあもうそれを自分で強固にしてやれってやってるのがロマニム年代記なわけですよなるほどなるほ、はい、あ<ー>あ。そっか、晃之助さんそういうのお好きなんですね。まあそうか、クリエイターですもんね。なんか例えばじゃあ、あのこの話ご存知ですかね、うん、なんか、「あの早々のフリーレン」っていう作品が今流行ってるんですよ。はいそ。その作品を知ってますいや。 <laughs> あ、じゃあ結構逆に面白いかもね。どういう感想を持たれるかっていう。あはいはい、まあ、フリーレン、まあ、俺もちょっと原作を読んでないんで、アニメしかない。元は漫画ですか漫画ですね。<laughs> なんか、あの、まあ、よくある RPG の主人、勇者パーティー。まあ、はいはい、勇者、魔法使い、僧侶、まあ、あと戦士か。はい、っていう4人が、まあ、なんか魔王を倒しましたみたいなとこから始まるんですよ。はい おはい、でえー、っとねどう言ったらいいんかなまあそのエル魔法使いでのエルフがフリーレンってやつで主人公なんですけど、はい、めちゃめちゃ長い間生きてるあのエルフなんですよだから周りは全員ドワーフとか人間なんでその周りっていうか勇者パーティーも、うん、なんかどんどんパーティーメンバーが死んでって、はい、でもまだ生きてるまーすみたいなでもその勇者のヒンメルってやつがなんかこう フリーレンが将来孤独になるから、うん、なんかこう、いろんなところで活躍した銅像を無理、なんかいっぱい立てさせたりとかして、うん、なんかその、なんていうんですかね、同票をいっぱい置いてるというか、あのはい、それを、まあなんか将来寂しくないようにみたいな、やつをたどっ、死後をたどっていくみたいな話なんですね。うんうん、おお面白いですね。うん。だから結構その、 なんか銅像を磨く仕事とかなんか頼まれたりして、<laughs> なんかそれでこう、あ、こんなことあったんだみたいなことをこう、まあちょっと、フリーレンガーも成長する物語みたいな、初めて、<笑><笑>今までの人間って50年ぐらい、100年ぐらいで死んじゃうんでしょ、みたいな短いね、みたいな感じで冷めてたんですけど、なんか、まあちょっとこう、分かっていくみたいなやつで、まあまあ、それはあらすじとして、<laughs> で、なんかその、はい、で、今はなんかその、 そいつらの弟子みたいなやつとか、なんか道中で見つ、うん、まあ弟子たちとフリーレンがなんかまあ世代を超えてというか一緒に旅するんですよね。はいはい、ああ、そういうの大好きです。うん。はい。で、も、まあ、なんか途中でハンバーグが出てくるんですよ。ハンバーグ大好きみたいな。はい。<laughs> で、ここで結構あの論争が起きてて <laughs>、あの、はい、ハンバーグというのは、なんかこれほんまか裏取ってないですけど、ハンブルグ。 はい、そうです。でところの料理ですみたいな。はい。この世界にハンブルグがあるのかみたいな。<laughs> ハンバーグって呼んでるけどみたいな。でもそれはなんか翻訳されたっていうふうに捉えればいいんじゃないですか。うん。まあでもなんか、どう、はい、どうなんやろうな。同じ形のものがあるとか。なんかでもハンバーグってそんな <laughs> 複雑な料理じゃないから。<laughs> まあ。例えば、ハンバーグってドイツでハンバーグって言わないんですよ。お ハンバーグってドイツのハンブルクってドイツの街なので寿司を江戸って呼んでるところで日本人はそれ江戸って呼ばないみたいな<ー> <laughs> そういうことで、うんうん、ドイツはフリカデレって言うんですけど<ー>別に、ね、その名前が、ね、ドイツ映画でフリカデレで出てきたとしてもそれ日本語を吹き替えするときはハンバーグって多分訳すと思うんですよね。うんうん 多分そのフリーレンの世界はエルフ語が何語か分かんないんですけど独自の言語が喋られてて、うん、我々が見てるそのアニメを日本語に翻訳されてるっていう体で見てると思うんですよ多分だからなんかそこでハンバーグという名称が出てきて、うん、そういう料理が出てくることは何の違和感もないと思うんですけど、うん、ダメなんでしょうかねで、ね、まあ確かに、ね、そもそも日本語で喋ってるし、うん、だからそれって何らかの翻訳がなされているのではみたいなまあそういう論争があって、はい はい、で何か確かもんあのこの世が問題視してたのは、はい、えっとはんなんかそのでもそのハンバーグがないのにハンブルクがないのにハンバーグっていうのが出てくるのは、はいはい、おかしいって言ってる人が叩かれてたんですよこれまず世の中で。そ,はい、そんなんだから今言ったような論理で訳されてるだけでしょとかんかそんな細かいことに。 を気にしてなんか作品を叩くというか作品のなんか盛り上がりを損ねるのはなんか水差し野郎だみたいな。でもこのんはいやそれはハイファンタジー的にはそのなんかそれを検証する人というか,をなんか,叩くなんかむしろそんなやわなハリボテのハイファンタジーだと思いたくない人が。 この作品はきょそんな今日、あの、ペラペラじゃないっていうために、それを強固にしようという方向に向けてる人が叩かれるのはおかしいみたいな。はい、おかしいというか、何を思っていただいてんだみたいな。はい。言ってて、なるほどと思ったんですけど。それはそうだと思いますよ。うん、<laughs> はい、ま。僕はねそう、それとね、あの、うん、同じ、そのハンバーグみたいな理由で僕はスター・ウォーズのディズニー版が一個許せないのが。はい。 現実世界の音楽がスター・ウォーズに出てくることになっちゃったんですよ。この,この世のこの世のこの私たちの世界の音楽がスター・ウォーズに出てきたんです、うんうん、それを劇中のキャラクターも認識してるってこと劇中で流れるんですそれがはい、はい、音楽が、はい、でもそれはもう翻訳じゃないと思うんですよ言語だったらまだね、うん、我々の知ってるものになるっていうのは分かるんですけど、うん、劇中で、うん、劇内でそういう音楽が流れるのはありえないと思うんですね、うんうん それはなんかさっきの本案,、はい、本案というか翻訳というかその例えばなんか国歌が流れてるからまあ君が代で代替しようみたいなこととは解釈はやりすぎってこと例えばだからなんだろう夜遊びが流れてるみたいな。はははいはい、はい でもそれって、なんかこっちでは、まあ、なんか言うたら、ちょっとこう、新進気鋭のポップ曲みたいな、あっちじゃ向こうの新進気鋭のアーティストが作ったポップ曲が流れてるシーンだったら、まあ、本案として流してもいいっていう説にはならないんですか仮にそうだとしたらそ、これまでのシーンもそうあるべきじゃないといけないと思うんですね。なるほど。その向こうで流れてる音楽が、流行りの音楽を、こっちの流行りの音楽に置き換えるのであれば、全部痴漢しないとだめですよね、それって。 なるほどここだけ痴漢してこっちは痴漢しないっていうのはおかしいじゃないですか。それは思考の違いっていうことでは解決しない。例えば、ハンバーグはハンバーグ出てくるのになんか、なんだろう。何でもいいんですけど、寿司が出てきたときにこれは、ブジュルバジャラですって言ったとき<ー>言ったとして、<ー>何でそれは寿司って訳さないんだってなるじゃないですか。ううううんうんうん、うん、うん まあ、ハンバーガー出てきて、これがぽっちゃりですとか言っても、なんだなるわけですから。まあ、同じ世界ですからね。まあ、そこは統一しないといけないと思うんですけど、なるほどその通り。統一をなさなくなった時点で、僕はもう、うん、これは終わったなと確信しました。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど。はい、<ー>でも、これで起こってるのは今のところ世界で僕だけだと思います。<laughs> <laughs> そうなんだね。<laughs> 関係の限りは分かんないです <laughs>。 あまあそれはもう明らかに起用したかっただけってことでしょうね、うん、作ってる側がねはい、はい、その曲のアーティストというかだからそうですでもそういうなんか強度のいかに硬いかを検証する作業はとても大事だと思いますねうんなるほどね水さすやつもいっぱいいいんですよねほうほうほうなんかいいじゃんかそんなのは面白ければみたいなはははは <laughs> それってとどのつまりなんか作品のし 消費を目的としてるっていうか、うんうん、作品の世界観を享受してなんかそこにこう、うん、解釈とかを加えて楽しむっていう楽しみ方を知らない、うんうん、フレンチをこう美味しく楽しむってことを知らずにマックだけ食べてるみたいな、うんうん、い消費的な楽しみ方であんまり良くないなぁと僕はちょっと思うんですよね。<ー>そういう楽しみ方するのも一つだと思うんですけど、うん、その。 味わう人も多くいるわけであって、うんうん、その味わいを検証する作業も大事だと僕は思います。うんうん、なるほど。消費するコンテンツじゃなくて、うんうん、ん享受してそれをこう味わうっていうことですよねうん、うん。なるほどね。まあ、俺本人はやるタッチじゃないんですけど、うんうん、まあ。そうです な人いいな人ると思いますもの、ね、によってはまあなんかそういう設定を読むのが好きだったりはするんですけどまあなんか別に共存はできるんじゃないですかまもまあ共,いや共存できるんですけど、うん、別になんだろうそういう楽しみ方2つあるのはいいんですが、うん、それは別に大人の事情だろうとかそんなことを <laughs> <ー>指摘しなくていいだろう だってこっちはそのねファンタジーの強度を確かめる作業も楽しいと思ってるのにそんなのそんなのいちいち言うなよっていう人とは共存でできないですよね、まあ、それはだって明確に攻撃してるからね <laughs> はいその攻撃してこない人とは別にそういう楽しみ方もあるよねでいいと思いますようんじゃあ例えば「スカイリム」をね全く本読まずに、うん、純然なアクションゲームとして楽しんでもいいと思うんですけどうん,うん 僕みたいに1万7000字の、ね、メモを書く人に対してそんなファンタジーの事 <laughs> 実,実じゃないことにメモ使う時間なんてもったいねえだろうみたいな人とちょっと生きたいですよね。なるほど。はい、と思いました。うーん。あ本瀬さんは結構そういう思考みたいでやっぱり、うん、あのまあおあのロニスさんぐらいやる 報道かは知らないですけど <laughs> まあ思考としてはそれらしいんで、うん、なんかまあもし次の作品を書くとしたら、なんかそういうのもやなんか視野に入ってますみたいなこと言ってましたね。楽しみですね。うん、だから、んかある回がその次回作、晃之助次回作はハイファンタジーかみたいなサムネの回があるんですけど、はい、はい、YouTube で見た、ちょっ質問出てきました。うん なんね、そういう好みはあるみたいですね。うん、まあでも、ね、本来ハイファンタジーってそうあるべきだと僕は思うんですけどね。僕あのトールキンが好きなんですよ。ほうほうす尊敬しててあのロード・オブ・ザ・リング指輪物語の作者です。あ,<ー>あの人とかも言語を一から作っちゃうぐらいの人なんです。うん、エルフ語を作ったのもあの人なんですけどそのトールキンは指輪物語の世界をすごいこう。 ね、綿密に作ったわけですねうん、うん、でそれが今日どうなったかっていうとポリコレによって壊されたんですよ。えー、壊されたと見なされてるんですね。うん、ここまだ議論があるんですけど、はい、エルフは白人でありましてトールキンの世界で黒人は別の,大陸別の地方に住んでる種族なんですね。うん、ただ今日の,そのアメリカのポリコレの影響で黒人のエルフが出てきたんですよ。うんうん、何の前触れもなく。うんうん で普通に生活してるんです、そこに。うんうん、なんかその、根血児で異端なんだとかじゃなくてうん、うんで。これでもその世界の黒人は別の章に住んでて、うんうん、エルフは白人だっていう、世界観の根底っていうか、うん,うん。インステッテが崩れるわけなんですよね。なるほど。で、ドワーフにも、ドワーフ王家で黒人のドワーフが出てくるんですよ。うんうん、で、その子孫が、で、また別の作品出てくるんですけど、うん、それは白人なんですよ。うん あんたの先祖黒人なのに黒人のうち入ってないじゃんみたいなことにもなったりしてて、<laughs> <ー>もうだから、なんかポリコレの世界、ポリコレが幅をキャステル世界でハイファンタジーって結構難しいって僕は思うんですよ。<laughs> 確かに。うん。なんかこっちの世界ではこれなんですっていうのがもう通じない人ばっかりっ。そういうことです。そういうことです。そういうことです。あー言うたらだって、あの例えば飲酒に関して、その、はい その,その世界では飲酒に年齢制限はないっていう世界だったとしても、はい。子供が酒飲んでたらみんな怒るでしょうからね。<laughs> そ,うそういうことですよね。そういうことですよ。ねうん、うん。まあ、なかなかね、こう、SNS の発達によって批判がしやすくなった、うん。構造だとは思いますね、うん。うん。そうね。でも、それってやっぱ程度問題で、うん。例えば、じゃあ、なんか、この世界ではまあ、 な話こうもうレイプ OK ですみたいな国うん、うん、世界やったとして、はいはい、で堂々とレイプが描かれてたらさすがにそれはってな,なるんじゃないですかでもいや例えばそれがレイプを称賛する作品だったらダメだと思うんですけど、うん、その現状に違和感を覚えて改革していくみたいな話だったらいいと思うんですよね、うん、同様に別にトールキンだって、うん、黒人差別を正当化するためにエルフは白人だって言ったわけじゃないわけですよ、うん、むしろそういう 人種が別々の世界観があって、うん、それを前提としながらなんか人種差別は良くないよねっていう話に展開できたらいいと思うんですよね。うん、そういう話にしたいのであれば、うん、そこの世界観を変えるんじゃなくて、その世界観を利用しつつメッセージを伝えていけばいいと思うんですよ。うん、自分の言いたいことを、うんうん ただ、なんか、安易にね、世界観そのものを変えてしまう例ってのが、わりかし、最近少なくないかなっていう気はしております。うん。なるほどね。でも、なんか、殺人ってて全然軽視されてるよね <laughs> なんか、例えば、その世界が、<laughs> まあさっき言った、うん、あの下劣な例で、その、レイプオッケーみたいな世界って、うんうん、まあ、そうだときに合うと思うんですよ。うん、はいはい。でも 殺人がオッケーの世界ってなんかありますよね、うん、多分そういう作品そうそうなんですよね。<laughs> でも誰も怒らないよね。あ<ー> <laughs> これも、例えば日本って結構その暴力的な映画とかってありふれてるじゃないですか。でもなんか、例えば正規が出るところはモザイクをかけなくちゃいけないとか。ね、人の内臓が出てくるところはモザイクかけなくていいんかいって僕は思うわけですよ。なんか、なんでその暴力に対してはこんなに寛容 うん、なんだろうなっていうのは確かにそれは感じますね。うん、なんかあれも聞きますよね。あのお笑いとかでコメディとかで、うんうん、なんかあの日本人あの面白い4コマ漫画みたいなのがあって日本人がアメリカのコメディとか見ててなんか、うん、な,なんかヘイ,ヘイトスピーチみたいな黒、うん、人はなんとかで監督だねとか言ってたらなんてひどいこと言うんだみたいなことを日本人が思い で、うん、日本の漫才とかを見てる外国人が参考に出てきて、な、うんで,でやねえパシーンとか突っ込んでたら、ポールみたいな、お互いに、うんま、ないわーって思ってるみたいな漫画があったんですけど、うんうん、俺確かに面白いなと思って。<laughs> 叩くとかは結構敏感なんでしょうね。なんですかまあそうですよね。うん、でも普通に。漫才って叩きるんですかね。めちゃくちゃ叩いてますよ。<あ>最近もあの、雷っていう、 まあちょっと前ですけど「I’m−1、はい」1> 1に出ててあの、はい、一番の特徴がもう死ぬほど強い一撃で叩くみたいなツッコミ<ー>もう振りかぶって「バーン!」みたいな一言言うみたいな感じのやつがちょっとあの今までにない感じで面白いみたいな感じでなんか注目を浴びて人気者になったんですけど、はい、でも炎上はしないんですかそれって。全然してなかったと思うへ<ー>、うん なんかでも5年後10年後どうなるか分かんないですね。ああ。だから雷ちょっと変えてきてた部分はあったね。あの最近の最近のやつでは。はなんかまあ、あの芸の幅みたいなところもあり、その、はい、まあだから叩く一辺倒やったんですけど、その年のネタは。あの、はい、ちょっと手を返しなおかやってるみたいなのは、そういう影響もあるかもうん,うん。でも結構普通に叩くからな。 うん、日本は確かにそうですね、うん、海外で叩くの <laughs> は見られないですよねああそうかうんえー、でもそれえー、でもじゃあなんか人気下がってんじゃないですかそういう作品だまあ大論争ですよねそれは、うん、時代に合わせてもうそういう、うん、なんだろう世界観よりも共,、うん、共存とか いわゆる多様性が大事だろうっていう人も。でも論争が起きてるのは、うん、まあもうそれが提出されたからじゃないですかそういう作品がもうへんてこな作品が。そのへんてこな作品はちゃんと売れてるの、はいや。人気はなくなってんのやっぱ。<いや> <laughs> そうですね。<laughs> <ー>工業的にはまあ、うん、失敗したいう。 今そのじゃあなんか名だたるそのビッグタイトルみたいなやつが、うんはい、結構物気並みそうなっちゃってんですかそれはもうなんかクリエイターの、あのー、方針によってなってたりなってなかったりするんですかこれは分かんないのは例えばこの間ディズニーが割ともう失敗続きで、うん、<laughs> 今後ちょっと方向転換をするっていうことを示唆していた。 わけです、ねまあ、ポリコレ外伝扱いみたいなことやからそうですねハリ,ハリボティポリコレやから <laughs> でもスター・ウォーズがそうなりディズニーのねなんでしたっけリトル・マーメイドとかもね、うん、あの黒人の方が有色人種の方がね演じて物議を醸したりしてましたし。うんうんあ まあそれ関連でかなり物議を醸している中で、ちょっと方向転換もするんだみたいな話はありましたが、うん、まあなんか今、過渡期な気はしますね。どうなるのか、うん、ウィッグタイトル、軒並みそうなってるのかなアデンジャーズとかどうなんでしょうね。僕、アベンジャーズ関連は全然詳しくないんですけど、うんうん、なんかどう思われてるんでしょうね。もう全然知らないんですよね。<laughs> 僕も全然知らないんですけど。もうリッチな作品ばっかり見てるんで。 え <laughs> 何ですか？ニッチの作品まあいやみばっかり見てるっていうのはあの違ってあのそもそもあんま見てなくてあの作品でまあ見るとしてもなんか武蔵の映画とか <laughs> あはいはいはいそういうこうあの別に世界ではないみたいなうんうんうんやつばっかり見てるんでもう最近だとまあその武蔵映画の首とかはい見たりまあフリーレン見たりはいはいあそうそれで思い出しましたあの、うん、ボッチザロックを勧められたんですよは,はいはいはい めちゃくちゃ見ましたよ、俺も。やっぱ見た方がいいですかロマニウスさんにはどうなんだろうなぁ。<laughs> そういう感じなんだ。うんあ<ー>まあ、系譜としてはまあ、軽音とかそういう感じですか。軽音、はい、を楽しめるのか、ロマニウスさんはみたいな。楽しめますよ。そうなんだ。はい、全然ハイファンタジーじゃない <laughs> <laughs>、まあ。ハイファンタジーだけじゃないと思いますけど。 好きなんかな好きになる様子、あの、情景が思い浮かばないとど,どうなんだろう <laughs> それを知らんだけなんかな、ローニスさん、そういう面も。じゃあ次回までの宿題は、こっちのロックを見てくることですかねここああ何話ですかあ,あ,あれ。13? あ、じゃあ全然見られますね。うん,うん。20とかまではないっす。あはあうん、俺は結構もうハマって10周ぐらいしたんですけど。十周 <laughs> <laughs> 130回ぐらい見たってことですかそうですねまああの垂れ流しですけどね後半何回ほとんどははい仕事中仕事中やっぱちょっと暇なんでラジオ的コンテンツが欲しくなって1回見た映像作品とかもラジオとして機能するんですよまあへえ画面見なくてもだってもう知ってるからでもなんかそれ楽しいんですか まあなんか賑やかしかつちょっとの楽しみって感じですよね。なんか普通にラジオを聞いたり配信流してた方が楽しいような気は僕しちゃうんですけど。のその初見のラジオを聞いちゃうと、はい、ちょっと持ってかれすぎるんですよ意識は。集中しちゃう。なるほど。だから俺ツーショット自分でやったやつとかもちょうどいいんですよ。はい、あの一回自分がした話やから。はい、はいはいはい。やけど、 なんかあこの時こ,この人こんなこと言ってたんだみたいな、その喋ってるうちに取り逃すような発言もあると思うんですよ。はいはい、あります、ね。そういうのを広えたりしてちょうどいいんですよね。なるほど。一回見た映像コンテンツとかそういうなるほど。あそれ面白いですね。うん、初見だと、なんか面白すぎるとか言ってなんか集中しちゃうんですよね。<laughs> はいはいはい。<laughs> なるほど。 まあそれ何周もしましたけどまあよかったですねじゃあ見ていますね少し俺、うん、結構あの作品の好みの一つとしてはいなんかもう明らかに能力が抜きんでてる人がいるんだけどそれで無双できてるわけじゃないみたいな作品が結構好きでもやか一斉じゃないですか <laughs> あ、そうだっけ、はい、それは、そういう結び付けよするっけなんか、<laughs> 俺がそ、これの代表例として言いたいのは、まあ、知らないだ、あの、めっちゃマイナーなんですけど、あの、ゆとり世代のイダテンたちっていう作品があって、<laughs> 初めて聞きました。はい、うん、これはまあ、元ウェブ漫画で、一応アニメ化もしてるんですけど、はい、なんかめちゃくちゃ、まあ、イダテンっていうその、なんか架空の存在というか、その、がいるんですよ。で、それ神様みたいな存在で、はい、まあなんかその辺にいるんですけど、 すごい速度で移動できるし、はい、めちゃくちゃ強いんですよ。あ,あのイダ天ですよね。まあそう、でもまあなんか普通に超人みたいな感じで、まあ普通の青年、はいはい、姿は青年とか少女なんですけど、はいはい、能力はすごいみたいな。もう、はい、すごい俊足やし、すごい力持ちやし、うん、まあ攻撃しても効かないしみたいな、はい、やつがいて、でもまあなんか、まあ生まれたてのやつとかは結構、 人間につけけるるがあったりすすんですけど、うん、その中でも何まあフリーレンみたいな感じで何千年も生きててもう超強いお姉さんみたいなのがいるんですよ。はい。でもその人いたらもうあれで満足みたいなのがいるんですよ、世の中に。で、その人間を守るっていう薄い意識があるんですよ、イラテンには。はいなんか人間別に局所的な人間は死んでもいいけど、主としての人間を守らないといけないみたいな意識がある。いは だから、基本助けたりとかするんですけど、人間がマズクにやられてたら。うん、はい。で、マズクは、なんか二打点とかいうのいるなぁ、みたいな。で、こいつらを何とか潰せないか、みたいな。でないと人間をせ、はいはい、なんか、虐待できない、みたいな。はい。感じで、何とかしようとするんだけど、はい、その超強いやつはもう絶対勝てないんですよ、もう。うん,うんうんうん。でも 1, 1対10とかでも勝てないんですよね。はい。でも、そいつは一人しかいないっていう制約はもちろん、当然あるじゃないですか。じゃあ、はい。 まあ例えば地球で言うとこうヨーロッパ行ってたら日本はやられたい方になっちゃうとかだからこの超強い人がいるのになんか向こう側がうまいこと陽動とかやったりすることによってこれなんかうまいことやられちゃうみたいな感じの作品好きなんですよね俺。なるほどもうこいつがなんかぜこいつと順番待ちで対慢していけば全員潰せんのになんかでも世の中そうじゃないよねみたいな。 なるほど。はい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 。っていう系が好きで、その、ぼっちザロックもちょっとそういうとこあって。なるほど。ぼっちちゃんがすごいんですよ。ああでも、ああバンドやから。もう、あ、一人じゃ、そう。ダメなんですね。<う>やし、ああまあ、本人ちょっと、限定的な状況でしか力を出せないみたいな。あぁはぁはぁはぁまあ言うたら、だから、配信者、配信でしか面白く喋れない。はははいはいはい。わかりやすいああ。うん。その、 なんか浅草の寄席とかに呼ばれても、<laughs> <laughs> あの、その受けをいただけみたいな感じのこう限定的やったりして、それがこう、あでも今、すごいパフォーマンスを発揮したな、みたいな時とかがあるのが楽しいというか、刺さるんですね、うん、なるほど。そういうの好きなんですよね。それを心の片隅に置きながら、うん、うリ <laughs> ビンさん、このシーン好きなんだろうなと思っる ライブでなんかほん、ちょっと困っちゃってるシーンとかは大体好きですね。<laughs> <laughs> おっていう時があるんで。なるほど、うん。ぜひ見てみてください。はいじゃ、うん。レビンさんはクラシック、ラジオでクラシックを知り、<ー>僕は、ポうん、うん、ッチザロックを知りと。<laughs> なるほど。なんかです、ね、映像作品とか、なんか最近見られました、うん いや毎日のように見てますよああ。それどういう新作ばっか見るんですかいや、古いのから新作までもいろいろ見て、毎週ね、日<あ>本映画自分の配信で紹介してるんですよ。なるほど。今週見た映画紹介っていうコーナー作って、ああ毎週毎週紹介しております。へそれ特に点数とかつけるわけじゃなくて、感想をつけてます。ますあ、つけてる。うんはい、なるほど。で、毎年。 え1年が終わったら、その1年で見た作品の中で一番良かったもの、一番悪かったもの、一番刺さった作品うそれぞれ紹介してますね。うん、な,るなるほど、なるほど。はい。そうですね。あぜひ、ね、興味ある方はそちらもご覧になっていただけたらなと思います。うん。なるほど。そしてそろそろ2時間なので、今日はこのぐらいでよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい。またじゃあ。 えっと、まとめると、パブのイベントがありますっていうのと、えあロマニウム現代年代記の2が。そうですね。新ロマニウム年代記ですね。<laughs> 開催されてますよってのと、はい。まあ、普段配信してますよと。はい。うん、沖縄の話と、<laughs> <laughs> そうでしたね。はい。健康の話と、うん。うん。で、まあ、クラシック、 ジャケッツさんも誘って見に行きますかっていう。はい。んですかね。そうですね。なんかそのゴールデンウィークにあるやつの情報はちょっとロマリンさん、あの、提供していただいていいですかなんかチャット作ったら。はい。はい。今、ここでも貼っときますが、ラフ・フォル・ジュルネというやつです。なるほど。はい。ありました。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。また近々でき切ました では、失礼します。失礼します。さよなら、さよなら。